どうせお前、中卒だからろくな仕事もしてなくて貧乏なんだろ？終わり際に同窓会来て会費浮かそうなんてダサすぎ。だったら二次会参加も無理しなくていいよ。金欠なんだろ？さっさと帰れって。そう嫌味を言うと、同級生は俺の肩をポンと叩いた。今日は10年ぶりの同窓会だった。俺はある理由があって、会場へ到着するのが終了間際になってしまったのだ。それを、昔から俺を目の敵にしてきた同級生が目ざとく見つけ、払う会費がないんだろと、俺を見下してきたというわけだ。後ろからは同級生の下品な笑い声が聞こえる。気にするだけ無駄だと分かってはいても、見下された悔しさがこみ上げ、気づけば俺は唇を強く噛んでいた。すると、あら？あなた彼のこと何も知らないのね。彼が遅刻した理由知ってるの？そこに現れたのは、学年一の美女だった。彼女の発言で、同級生は赤っ端を書くことになるのだった。だって俺の正体は、これなら二次会にはギリギリ間に合うかな。そう言いながら、先ほどまで通話していたスマホを切り、目的の店まで走って向かう。俺の名前は長野司、28歳。今日は高校の同窓会が開かれている。参加するため、新幹線で向かっていたのだが、途中でトラブルがあって、大幅に時間が過ぎてしまったため、こうして急いで向かっている。高校時代。俺の人生の中でも辛く苦い思い出が多い時代。同窓会の参加も正直悩んでいたのだが、会いたい人がいて参加を決めたんだ。あれから10年が経っても会いたいと思える人、鳴沢幸恵さん。学校内でも話題になるほどの美人で、クラスの男子ほぼ全員が彼女のことを好きだったんじゃないかと思う。俺もその中の一人だった。鳴沢さんは多くの人に囲まれていて、いつも笑顔で周りを明るくしている。そんな人だった。反対に、俺はあまり社交的な性格ではなかったので、一人のことが多く、クラスの連中からはネクラだ陰キャだとからかわれていた。そんな俺が唯一頑張っていたことは勉強だった。母親から、勉強だけはしておきなさい。きっとあなたの人生を助けてくれる力になるはずだから、と強く言われ続けていたので、小さい頃から本を読んだり、知識を得たりすることは好きな方だった。そのおかげで、勉強習慣はできていたし、勉強は好きな方だったので、高校は県内でも上位に入る進学校へと進学した。高校に入ってもこれまでと変わらず、俺はよく図書室で勉強をしていた。ある日のこと、いつものように一人図書室へ向かう俺に声をかけてきた人がいた。鳴沢さんだった。彼女が突然やってきて、次の定期試験に向けて勉強を教えてほしいと言ってきたのだ。鳴沢さんは成績はいつも上位で、美人な上に運動神経も抜群、というまさにパーフェクトな人だったからだ。そんな人に対して教えられることが自分にあるのかと返事を即答できずにいると、不安げな顔で俺の返事を待つ鳴沢さんがいた。そんな姿を見て断ることなんて俺にはできなかった。その日から俺と鳴沢さんは放課後の数時間、二人で勉強会をするようになった。成績優秀な鳴沢さんだが、実は数学が大の苦手で、いつも苦労していると言っていた。対して、俺は英語が少し苦手だった。え、そうなの？なら、私が英語を教えられそうだから、長野くんは数学をお願いね。そう言って、鳴沢さんはニコッと笑う。その笑顔に、俺の心は温かくなった。幸運なことに、互いの苦手と得意が噛み合ったため、俺たちはお互いの苦手分野を補うように勉強をしていた。一緒にいる時間が増えると、普段知り得なかった鳴沢さんの新たな一面が見えてくる。数学の教科書を開く瞬間、ものすごく嫌そうな顔をすること。
わからない問題に煮詰まると、口を尖らせ、ふてくされること。問題がすっきり解けると、子供みたいにはしゃいで笑うこと。大好きなお菓子やアイドルの話になると、喋るのが止まらないこと。いつも見ている完璧な彼女とは違って、年相応の反応が次々と現れて、見ていて飽きない。鳴沢さんと勉強をするときは、彼女の表情を見ていたくて、つい手を止めて見入ってしまう。そんな俺の視線に気づいた彼女がこぼす。照れた笑みが、俺は一番好きだった。長野くん、いつもありがとう。長野くんの教え方がうまいから、あんなに苦手だった数学も、最近はちょっとだけ楽しくなってきたよ。それは大げさだと思うけど、でもよかった。俺も鳴沢さんのおかげで、英語がちょっと好きになってきたよ。ありがとう。勉強会が終わって、夕暮れの校舎を俺と鳴沢さんは話しながら歩く。この時間も、勉強会の時間と同じくらい、俺は好きだった。もうすぐ、試験だね。ぽつりと鳴沢さんがつぶやく。二人きりの勉強会が始まって三ヶ月以上が経ち、もうすぐ試験期間が始まる。試験が不安なのか、鳴沢さんの表情は暗かった。俺は彼女を元気づけたくて声をかける。鳴沢さんなら今回だってきっと大丈夫だよ。そんな俺の言葉に、鳴沢さんは軽くため息をつく。長野くん、そういうことじゃないんだけどな。え？鳴沢さんの言葉の真意がつかめず、はてなマークが浮かぶ。そうこうしているうちに、昇降口へ到着していた。帰宅方向は真逆なので、鳴沢さんとはいつもここでお別れだ。今度の試験が終わったら、お疲れ様会しよう。約束だからね。そう言って小指を突き出してくる。これはまさか、指切り？小さい頃以来、ましてや女の子の指に触れるなんて久しぶりすぎて、頭がパニックになりかける。俺が戸惑っていると、鳴沢さんは、ほら早くと急かしてくる。その声に押されて、俺は自分の小指を差し出し、鳴沢さんと指切りをした。指切った。よし、これで約束したからね。そう言ってニコニコしている鳴沢さんと、今の出来事が信じられなくて立ち尽くす俺。そして、またねと言って鳴沢さんは帰っていった。ふわふわとした気分で、先ほど鳴沢さんと触れ合った小指も、俺の顔も熱を持っていた。この時の俺は、幸せの真っ只中にいた。初恋だった。思いは伝わらなくても、これからもこんな時間が続けばいいと思っていた。翌日、どん底に落ちるとも知らずに。翌日、休み時間にトイレを済ませ、教室へ戻ろうとしていた時だった。おい、長野、お前最近鳴沢さんと仲いいみたいだな。背後から声をかけられたかと思ったら、肩を無理やり組まれる。西川、昨日昇降口にいるの見たぞ。いつの間にそんな仲になったんだよ。昨日のやりとりを見られたのかと思うと、恥ずかしくて顔が赤くなる。そんな俺の様子などお構いなしに、西川は言葉を続ける。お前さ、鳴沢さんのこと好きなんだろ？だったらさ、告白してこいよ。西川の言葉に、取り巻き連中も、いえ、言っちゃえ、とけしかけてくる。そんなこと。隠したって周りにはバレバレなんだよ。ちょうどいいところに、鳴沢さん登場。西川が指す方向には友達と談笑しながらこちらに歩いてくる鳴沢さんの姿があった。彼女の姿を見た瞬間、顔にすべての熱が集中したかのように熱くなる。ほら、行ってこいよ。西川、やめ。そう言って、西川は俺の背中を力いっぱい押す。そして俺は、鳴沢さんの前へと飛び出す形になった。鳴沢さんは、一緒にいた友達と共に、驚きの声を上げる。鳴沢さん、長野が今から話があるそうです。背後から大声で叫ぶ西川の声。その声に、周囲にいた生徒たちも何事かと俺たちに注目した。え？何？もしかして告白？
嘘、相手はあの鳴沢さんじゃん。周りから聞こえるささやき声に、俺はこの場から逃げ出したくなった。しかし、背後は西川たちが塞いでいて、逃げることもできない。早く言えよ、告白しろとせっつく声も聞こえてくる。俺はこの場を何とかしたい一心で、言葉を絞り出した。鳴沢さん、好きです。俺の言葉に冷やかしの声が飛ぶ。顔を上げるとそこには、苦しそうな表情の鳴沢さんの顔があった。拳をぎゅっと握りしめて、かすかに震えていた。鳴沢さん、ごめんなさい、無理です。俺の言葉を遮ってそう叫ぶと、鳴沢さんは走ってその場から立ち去った。その後を友達が追いかけていく。その姿を呆然と見送っていると、周囲からはため息や冷ややかな声が聞こえてきた。ああ、やっちゃったね。鳴沢さんも長野なんかに好かれて気の毒だよな。そう言って、近寄ってきた西川の顔を見ると、ニヤニヤといやらしい笑みを浮かべていた。あれあれ？もしかして可能性感じてたとか？バーカ。お前が鳴沢さんと両思いになんかなれるわけないだろ。夢見すぎ。笑える。呆然としている俺を見て、西川たちは笑い転げていた。ああ、笑った。見事に振られるお前を見れて、日頃のストレスも解消できたよ。サンキューな。ひとしきり笑うと、西川たちは俺を置き去りにして去っていく。周囲にいた生徒たちも気の毒そうに俺を見ていたが、チャイムの音が鳴り響き、みんな慌てて教室へと去っていった。振られたショックで足取りが重かったが、それでもなんとか教室へとたどり着くと、クラス中の視線を感じた。遠くで西川たちのグループがニヤニヤ笑っている。鳴沢さんの周囲には女子たちが集まって何やら言葉をかけていたが、俺の存在に気づくと数名は睨みつけてきた。おそらく西川が先ほどの告白をクラスで面白おかしく話したのだろう。ひそひそといろいろなところから話し声が聞こえるが、そのどれも俺の耳には入ってこなかった。その後、鳴沢さんに謝ろうと声をかけたくても、女子たちのガードが厚く近寄ることもできなかった。俺はその日をひたすらうつむいて過ごした。放課後になっても事態は改善せず。俺は鳴沢さんと顔を合わせることも気まずくて、その日初めて図書室へ行くのをやめた。そして、その日から俺は学校を休みがちになった。鳴沢さんのことが原因ではない。母が倒れ入院することになったからだ。俺の家庭は幼い頃に父親が他界しているため、母が女手一つで育ててくれていた。しかし、そんな母も無理がたたり、ついに倒れてしまったのだ。そして、それから数ヶ月で母は亡くなった。俺は親戚の家へ引き取られることになり、俺は最後の挨拶をするかと担任から声をかけられたが、母を亡くしたショックが大きく断った。こうして俺は両親と過ごした町を離れることになった。その後の生活も大変だったし、あの散々な告白の日を思い出すだけで胸が苦しくなるけれど、鳴沢さんと図書室で過ごしたあの日々が、あの笑顔が、いつも俺の心の片隅にあった。俺の心の支えだった。だから、同窓会の招待状を見たとき、一目でいいから彼女に会いたいと思ったんだ。走りながら時計を確認し、会場となっているホテルへようやくたどり着く。え、長野か？久しぶりだな。もうすぐ一次会が終わるから二次会からの参加には間に合いそうだな。そうなのか。遅れてすまなかったな。気にするなって。二次会から参加ってやつも多いから大丈夫だよ。ここで待ってればみんな出てくると思うから少し休んでれば。受付に立つ同級生にそう声をかけられ、近くにあった椅子に座るよう促される。走ってきた俺にはありがたい申し出だったので、座ってみんなが出てくるのを待つことにした。数分後、会場のドアが開き、賑やかな声が聞こえてきた。あれ？長野じゃないか。今頃登場か？
久しぶりに聞く嫌味を含んだ声に、俺は顔を上げる。西川、久しぶりだな。なんだ、ずいぶん疲れた顔してるじゃないか。生活が苦しいのが顔に出てるぞ、お前。そう言って、ニヤニヤ笑っている。ああ、そうか。会費払うのも苦しいのか。だから二次会から参加しようとしてるんだな。考えがせこいんだよ。貧乏人は大変だな。そう言って、俺の肩へと腕を回そうとしてくる。こいつと慣れ合いなどしたくないと思った俺は、西川の腕を避けた。それが面白くなかったのか、西川の顔が引きつる。そうこうしているうちに、当時から西川の取り巻きだった連中が集まってきた。中には見知らぬ人物も混じっていたが、おそらく俺が引っ越した後に、西川の仲間になったのだろう。西川くん、誰なのその人。こんな人いたっけ？その言葉に、西川がにやりと笑った。この顔を見て、俺は嫌な予感がした。ああ、こいつは一年の時にいた、長野ってやつだよ。こいつの家、母親と二人暮らしで超貧乏でさ、それなのに無理してうちの高校通っててさ。でも、通う金もなくなったから退学したんだよな。確か冬くらいだったか？寒さでどっかで倒れてるかと思ったけど、無事だったんだな。でもさ、最終学歴中卒じゃ、仕事にも苦労してるんだろ？いわゆるブラック企業とか、もしくは土木作業とかか？いや、貧乏人って、いつまで経っても苦労しかできなくて大変だな。そう言って一人で笑っている。半分くらいは事実だし、反論するのも面倒なので放置していると、西川が俺の無言をどう解釈したのか、さらに暴言を重ねていく。もしかして、今日無理して参加したのは鳴沢さんに会うため、とか？あの時あんだけこっぴどく振られたのに、まだ諦めてないのかよ。鳴沢さんはまだ来てないが、彼女のような人にお前みたいな貧乏人は不釣り合いなんだから、引っ込んでろよ。彼女には俺みたいなハイスペックな男がふさわしいからな。俺が射止めてみせるぜ。あ、そうだ。お前あの時みたいにまた告白でもして、見事に砕け散ってくれよ。マジであれ最高だったよな。俺は西川の言葉に、あの日のことを思い出し、胸に苦い思いが広がるのを感じていた。西川は、以前俺を馬鹿にして笑っていた。だが、そこにいた西川の取り巻きたちが、西川に賛同せずに、複雑な顔をしていたことは意外だった。中には、西川を見ながらひそひそと話している者もいる。西川以外は大人になった、ということなのかもしれない。と思いつつ、西川の笑い声が不愉快であることに変わりはなかったので、俺はこの場を立ち去ろうか考えていた。鳴沢さんがいないのなら、ここにいても仕方がない。はあ、俺帰るわ。そう言って、先ほど通ったばかりの受付へと向かう。え、来たばっかなのに帰るのか？少しくらい話そうよ。受付に立つ同級生たちは驚いていた。悪いな。と俺は笑って返すと、背後から西川の声が聞こえてくる。そうだそうだ、貧乏人は帰って節約術の本でも読んでろよ。今度俺と鳴沢さんの結婚式の招待状を送るから、参加できるように金貯めておけよ。一応お前呼んでやるからよ。ちらっと振り向くと、ニヤニヤしながら西川が犬でも追い払うかのように手をしっしと払っていた。その行動に周囲は明らかに引いていた。その時、入り口から女性の声が響いた。貧乏人？一体誰のことを言ってるの？その場にいたみんなが一斉にその声の主の方を見る。その人物を確認した西川が歓喜の声を上げた。鳴沢さん！そして周囲のみんなもざわざわとし始める。学校のマドンナとも言える人物の登場に、みんなが色めき立った。10年以上ぶりに会う鳴沢さんは、メイクもしているからだろうか。随分と大人びていて、ドラマや映画で活躍する女優さんに匹敵するような美しさだった。会いたかった人物に会えた喜びと、戸惑いで固まる俺を追い抜いて、西川が鳴沢さんの隣に立つ。
鳴沢さん、会えて嬉しいよ。卒業から10年経つけど、あの頃と変わらず。いや、もっと綺麗になったね。俺も卒業後は有名大学を卒業して、あの豪水コーポレーションに就職したんだ。上司からも認められて、もうすぐ昇進するんだよ。鳴沢さんの話も聞きたいからさ、この後の二次会でいろいろ話そうよ。あ、もちろん抜け出して二人でも。一方的に鳴沢さんに話しかけているが、当の鳴沢さんは完全に西川を無視している。むしろ、睨んでいるような。しかしそれも一瞬で、俺の姿を見ると、パッと顔を輝かせ手を振ってくれた。長野くん、遅れちゃったから会えないかと思ったけど、会えてよかった。そう言って、俺の前へとかけてくる。その笑顔は、あの頃と何も変わらない少女のように無垢な笑顔だった。鳴沢さん。諦めかけていたところでの鳴沢さんとの再会に、心の準備が追いつかず、しどろもどろになる。いい歳して恥ずかしい。鳴沢さん、長野なんてどうでもいいだろ。俺たちが会話をしようとしていたところへ、西川が慌てて割り込んでくる。鳴沢さんがムッとした顔になっている様子が見えた。鳴沢さん、長野と話しても貧乏臭い話しかしなくてつまらないって。鳴沢さんも知ってるでしょ？こいつが高校中退して中卒ってこと。そんな奴の話なんて、苦労話とかブラックな職場の暗い話くらいしかないって。絶対面白くなんてないし、時間の無駄だよ。それに長野は金もなくてもう帰るみたいだから放っておいて俺と。そう言って俺を見下す発言を鳴沢さんの前でも平然と続けている。いい加減にしてくれる？その失礼な発言聞いていてとても不愉快だわ。鳴沢さんがピシャリと言い放つ。西川はと戸惑っていた。長野くんが貧乏人？西川くんは彼に今の仕事は何なのか聞いたの？長野の職業なんて聞かなくてもわかるだろう。だって中卒だぜ。できる仕事なんてたかが知れてるじゃないか。最初は鳴沢さんの反論に気をされていた西川だったが、俺のことをバカにすることでその勢いを取り戻す。さも当然といった顔でふんぞり返っている西川が滑稽で、少し哀れに思えた。そんな西川の発言に、鳴沢さんは呆れたようにため息をつく。はぁ、西川くん、あなた何も知らないんじゃない。そもそも、長野くんは転校しただけで中退はしてないわ。それに、彼が今日どうして同窓会に遅れたのか、その理由も知らないのでしょ？長野が転校？だとしても、貧乏なんだから、どうせ通った学校は貧乏人が通うような底辺高校だろ。それに今日の遅刻だって単純に金がないから、一次会の会費を浮かせるせこい作戦で。長野くん本人が言ったわけでもないのに、勝手な憶測で周りに大声で話すなんて。いい大人が恥ずかしいと思わないの？彼はね、今日新幹線で具合の悪くなった妊婦を解放していたのよ。医師としてね。鳴沢さんの発言に西川だけでなく周囲にいたみんながざわめいた。鳴沢さん、意外だな。冗談なんて言うんだね。でも長野が医者っていうのはさすがに冗談が過ぎるよ。冗談？そんなわけないでしょ。だって長野くんが解放してくれた妊婦は私の姉だもの。家族の命を救ってもらった私が嘘や冗談を言うとでも？西川にそう言うと、俺の方を見て、鳴沢さんは深々と頭を下げた。今日は本当にありがとう。長野くんのおかげで姉と赤ちゃんの命が助かりました。俺は高校一年の冬、確かに通っていた高校を辞めた。しかしそれは母を失った俺を親戚が引き取ってくれたことで引っ越しをすることになったからだった。担任からはみんなに説明があったはずなのだが、西川のことだ。俺の家庭環境から話半分のまま、勝手に推測して話を作り上げたのだろう。俺は新しい土地で高校に通った。母のいない寂しさや
慣れない環境と親戚との暮らし、関係性ゼロの同級生や教師の中で、俺は日常を取り戻そうと必死に努力した。母は亡くなる間際、親戚や俺の前で、私が亡くなったら、それで降りる保険金を、この子の学費と成人するまでの生活費として使ってほしい。私のことで、この子の進む道が狭まらないように、そう願った。親戚も母の意思を汲んでくれて、母の亡き後、学費としてしっかりとお金を残してくれていた。そして、お母さんが願ったように、あなたはやりたいことのために進学しなさいと言ってくれた。俺は母や親戚の言葉の後押しもあって、一つの目標に向かっていた。それは、母を長い間見ていてくれて、最後の瞬間まで諦めずに助けようと治療をしてくれた。医者を目指すことだった。子供だった俺は、病院で励まされるばかりだったけれど、病院内で懸命に働く医師や看護師の姿を見て、いつか自分も誰かを助ける側になりたいと強く思った。しかし、それはかなり険しい道だった。勉強が好きではあっても、医学部へ進学するのは並大抵の努力では足りなかった。俺は留年を経験しながらも、なんとか国内でも有名な大学の医学部へと進学することができたんだ。だが、合格すればゴールというわけではない。その後もひたすら努力と研鑽を積む毎日だった。くじけそうなことは何度もあった。勉強だけではない。生活するためにも稼ぐ必要があった。人間関係にも悩んだし、病院に勤められるようになっても、毎日睡眠不足で、常に緊張感が隣にある職業だ。昼夜関係ないこの仕事は、体力も精神も削っていく。そんな生活が長く続いて、辛くて悲しくて、両親の元へ行きたいと思うこともあった。それでも耐えられたのは、母の最後の思いと、あの時抱いた医者への尊敬と憧れ、そして、鳴沢さんと過ごした、あのわずかな期間の思い出が、俺の心を支えていた。あの時、傷つけてしまった彼女に再会した時、胸を張れる自分でいたかった。そうやって努力していた日々の先に、今日の出会いがあった。同窓会へと向かうため、新幹線に乗っていた俺の隣に、一人の妊婦がやってきた。座席へ座る際に少しよろめいたため、とっさに支える。妊婦は、ありがとうございますと丁寧にお礼を言ってくれた。世間話程度に、彼女と二子と三子と言葉を交わす。どうやら、里帰り出産のために帰省中らしい。旦那さんが付き添う予定だったが、急遽仕事が入り、一人きりでの移動となった、ということだった。心細さもあるのか、不安そうな表情の彼女に、大きなお腹での移動は大変だろうと、何か手伝えることがあれば言ってくださいと伝えると、彼女は少し安心したのか、笑顔を浮かべた。しかし、事態は急変した。隣に座る彼女の具合が、急に悪くなったのだ。乗務員にも連絡し、車内でも極力安全で清潔な場所で彼女の応急処置に当たったが、十分な医療器具はなく心もとない。次の停車駅で病院へと運ぶ手続きを取ってもらい、彼女を励ましながらもう間もなく着くというところで破水してしまった。もう一刻の猶予もなかった。パニックになる妊婦を落ち着かせながら、母体の安全を確保しつつ、待っていた救急隊員と共に、救急車へと乗り込んだ。というのも、妊婦から一緒に来てほしいと懇願されたのだ。心細い中、わずかな時間だが自分に寄り添った人にいてほしいと思ったのだろう。俺は快諾し、共に病院へと向かったのだった。病院まで付き添い、待っていた医師に応急処置や状態の説明をし、後のことはこの病院の医師たちを信頼して渡すしかない。できることがなくなった俺は、病院を後にしようとした時だった。息を切らしてこちらの方へかけてくる女性の姿が目に入った。あの、私、先ほど運ばれた姉の、妊婦の家族なんですが、姉は大丈夫でしょうか？話をしていた俺たちにそう話しかける。ああ、妹さんですね。
お姉さんも赤ちゃんも心配ないですよ。今、あちらで看護師と共におります。それにしてもよかった。同乗していた医師である方が対応してくださったおかげですよ。医師はそう言って、女性に笑みを返す。そうなんですね。ありがとうございま。医師の言葉に、安堵の表情を浮かべた女性が、俺の顔を見て固まった。そして、それは俺も同じだった。え、鳴沢さん？長野くん？え、どういうこと？そう。俺が出会った妊婦は、偶然にも鳴沢さんのお姉さんだった。今更だが、確かに鳴沢さんと似た面影があったように思える。長野くんがお姉ちゃんを助けてくれたんだ。ありがとう、本当に。いや、そんな。鳴沢さんとの久しぶりの再会に緊張しながら、たどたどしく言葉を交わしていると。ゆきえちゃん！鳴沢さんの名前を呼びながら、数人の男女がこちらへと向かってくる。どうやら、お姉さんの旦那さんやご両親も駆けつけたようだ。鳴沢さんが少し説明をしてくれたので、彼らも俺にお礼の言葉をかけてくれる。恐縮しながら頭を下げていると、看護師が彼らを探してこちらへとやってきた。ご家族の方ですね。説明がありますので、こちらへどうぞ。その言葉でさすがにここにいる役目は終わったと思った俺が、鳴沢さんに声をかける。それじゃあ、俺はこれで。長野くん、同窓会行くんだよね。私もお姉ちゃんにもう少し付き添ったら向かうから。それまで待っててくれる？俺の目的はある意味達成されたようなものだったので、一瞬考えたが、鳴沢さんの言葉に笑顔でうなずきを返す。その様子を見て、鳴沢さんはほっとした笑みを浮かべ、ご家族と共に看護師の後をついていった。鳴沢さんの言葉を聞いて、会場へ来る途中、病院から、母子共に健康で容態は安定しているとの報告を受け、安堵したのを思い出す。本当に良かった。お姉さんも赤ちゃんも無事で、俺ができたことは少ないから、その感謝の言葉は、ぜひ対応してくれた医師たちに言ってほしい。俺の言葉に、鳴沢さんは首を振る。もちろん、お医者様には両親と一緒に感謝を伝えてきたわ。でも、お姉ちゃんは長野くんに感謝しているって言ってた。新幹線でずっと励ましてくれて、破水した時すごく怖かったけど、救急車にもついてきてもらって、ずっとそばにいてくれて。だから、なんとか気持ちを保てたって。その医者の名前聞いたら、まさか長野くんだったなんてね。びっくりしちゃった。俺も驚いたよ。でも、お姉さんも赤ちゃんも無事でよかった。鳴沢さんの言葉に、俺は笑顔を返す。鳴沢さんも微笑んでいた。よく見ると目元が赤い。きっと、お姉さんのことが心配で泣いて、その後、お姉さんが無事で泣いたのだろう。俺ができたことは謙遜でも何でもなく、本当に少なかったが、俺の声かけが少しでも彼女の支えになり、間に合ったのならば、本当に良かった。長野が医者？しかも、鳴沢さんの家族を助けた？そんな、嘘だろ？俺たちの会話を横で聞いていた西川が、呆然とした顔でつぶやいている。西川くんは、有名な大学を卒業して、有名企業に就職して、期待されているのかもしれないけど、大変な思いをしてきた旧友を、勝手な憶測を交えて、面白おかしく周囲に言いふらして、貶めることばかり言うのは、人としてどうなのかしら。あなたの周囲はそれでもいいと言ってきたのかもしれないけど、私は、あなたみたいに人の心を土足で踏みにじるような人と、仕事をしたいとは思わないし、ましてや、そんな人と付き合うとか、結婚だとか考えられないわ。正直、二度と顔も見たくないと思うほど嫌いな部類のタイプよ。鳴沢さんはきっぱりと西川のこれまでの言動を批判し、ついでに西川の行為も受け取れないと拒否の意思を示した。その横顔は学生時代よりも凛としていてかっこよかった。周囲の同級生たちも鳴沢さんに見惚れている。このまま何も言わずに帰ることもできたが、それでは昔の自分と何も変わらない。
鳴沢さんのように、俺も自分の言葉で、西川へ伝えるべき言葉を言わないと。西川。俺はうなだれている西川に声をかける。一瞬ビクッと肩を揺らしたが、西川は伏し目がちに俺の顔を見た。長野。何を勘違いしていたのか知らないけど、鳴沢さんが言ったことは本当だよ。ちゃんと高校は卒業したし、大学にも行った。今は引っ越し先の関西の病院で勤務してる。それもこれも、すべて亡くなった母が残してくれたものと、親戚の助けのおかげだ。俺のことはどう思うのも勝手だけど、俺の大事な家族を悪く言うのだけはやめてくれ。まっすぐに、西川の顔を見てそう伝える。俺の言葉にぐっと唇を噛みしめてうつむくと、一言も発さずにその場に立ち尽くす。多分、俺の言いたいことは伝わったと思う。騒ぎもようやく収まったと認識した周囲も、ようやく二次会へと向かう雰囲気を取り戻していた。受付のあるロビーはざわざわと騒がしくなっている。人が動き始めたので、いつの間にか西川や鳴沢さんの姿も見えなくなっていた。俺は鳴沢さんに会うという目的を無事に果たせたので、このまま会場を出て、久しぶりの都内を散策しようかと考えていた。長野くん。え、鳴沢さん？いつの間にか、俺のすぐ横に鳴沢さんがいた。大勢の声が周りで聞こえ、騒がしいというのに。不思議なことに、彼女の声だけはまっすぐに俺の耳へと届く。すぐそこに、鳴沢さんの整った顔がある。そして、鳴沢さんは、俺の手をぎゅっと両手で包み込んだ。俺の顔があっという間に熱くなる。ねえ、昔の約束覚えてる？お疲れ様会のこと。これから二人だけでどうかな？覚えてたの？俺の言葉に、鳴沢さんははにかんだように微笑んだ。長年憧れていた人からの魅惑的な誘いに、俺は断る術など持たず、首を縦に振った。人の波に紛れながら、俺たちは外へ出て、静かに過ごせそうなバーへと入った。いいお店に入れてよかったね。うん、そうだね。思いがけず二人きりになったことで、俺の心臓はうるさいくらい音を立てていた。しばらく無言で飲み続けた後、ぽつりと、鳴沢さんが質問してくる。ねえ、長野くんは結婚してないの？優しいし、お医者様だし、モテそうだよね。俺がモテそう？そんなこと初めて言われたので、面食らいながらも、俺は全力で否定した。俺なんて全然、結婚どころか恋人もいないし、モテたこともないし、新人の頃からお世話になっている看護師長さんからは、早くいい人見つけなさいねって言われてるよ。同期の友人たちからは結婚報告もよく聞くし、院内でも同じ年頃の人たちは、男女問わず既婚者が多い。独身の俺はよく母親くらいの年代の人たちから、誰かいないのかいと心配されている。俺のことより、鳴沢さんの方こそどうなの？旦那さんやパートナーがいるなら今度紹介してよ。鳴沢さんの選んだ人なら、きっと素敵な人だろうから。なんとか笑顔を保ったものの、言いながら切ない気持ちになってくる。鳴沢さんのパートナー、きっと素敵な人で、俺なんかとは真逆の人なのだろう。俺の言葉に、鳴沢さんはなぜか口を尖らせて、ふてくされていた。鳴沢さん？もう、どうしてそんなに鈍いのかな。そういうところ、昔から全然変わってないよね。そう言うと、グラスに残っていたお酒をぐっと一気に飲み干す。そんな一気に飲んだら。長野くん？はい。鳴沢さんに名前を呼ばれて、思わず姿勢を正す。お酒のせいなのだろうか。鳴沢さんの顔を見ると、頬が赤く染まっていた。上目遣いに俺を見つめるその瞳は、少し潤んでいて。直視した瞬間、ドキッと心臓が跳ねる。私ね、本当は、あの頃から、長野くんのことが好きだったの。唇からこぼれる彼女の言葉に、俺は自分の耳を疑った。嘘？だって、あの時。そう。
思い出したくない最悪の思い出。西川たちに乗せられたとはいえ、俺の本心を告げたあの日、はっきりと断られたことは、俺の記憶にしっかりと残っている。鳴沢さんにとっても、あの日の俺の告白は最悪な出来事だったんじゃないのか？戸惑う俺に、ゆっくりと首を振る鳴沢さん。あの日、長野くんが告白してくれた時、本当は嬉しかった。同じ気持ちでいてくれたって。でも、同時に怖くなったの。友人として、図書室で過ごした、あの居心地のいい時間も関係性も、恋人という形になったら、壊れてしまうんじゃないかって。そう考えたら、もっと怖くなって、気づいたら、無理って叫んでた。そうだったのか。慣れた関係、環境が突然変わることへの恐れ、不安。当時の幼い俺にはわからなかったかもしれないが、今の俺にはその気持ちが少しわかるような気がした。あの時の私は、幼くて自分のことだけしか考えられなくて、長野くんがどんな気持ちになるかなんてことまで考えられなかった。少し時間が経って、冷静になったら、あの時の自分がどれだけひどいことをしたのか分かって、謝りたかったけど、長野くんはそれからお母さんのことがあって、なかなか顔を合わせることもなくて、時間が経つとどんどん言い出しにくくなって、結局、あの日私が恐れてたことは現実になっちゃった。もう長野くんと会えなくなって、すごくすごく後悔した。あの告白の日以来、俺たちは放課後の勉強会をしなくなった。俺自身、あまり学校に行くこともできなかったから、顔を合わせる機会もなくなっていった。話をする勇気も俺にはなかったから。そしてそのまま、俺は転校したんだ。鳴沢さんに何も言わずに、互いにうつむき黙り込む。先に沈黙を破ったのは、鳴沢さんだった。私ね、小さな頃から周りに、可愛い、将来は美人になるって言われて、この容姿のおかげで可愛がってもらえたし、注目もしてもらえた。小さい頃はそれでもよかった。褒められるのも嬉しかったから。でも次第に、何をしてもまずは、容姿から何か言われることが多くなっていった。可愛いのに勉強しなくても、美人はいいわよね。褒め言葉として言ってくれる人もたくさんいたと思うけど、私はだんだんと息苦しくなっていったの。何をしても、容姿のことしか言ってもらえない。この容姿に似合わないことをすれば非難される。この容姿なのだから、こうしなさい、と言動を決めつけられる。そんな風に過ごしている中で、私自身も、その縛りから抜け出せなくなっていった。気がつけば、いつもお人形のように笑っていることが多くなっていったの。そんな風に苦しんでいたことなど、知りもしなかった俺は驚いた。容姿端麗であることは男女関係なく得しかない、と平凡な顔立ちの俺はそう思っていたからだ。それに、俺が知っている鳴沢さんはいつも笑顔でみんなの中心にいる人だった。その笑顔のいくつかは苦しみの中から身につけた、彼女なりの処世術だったのだと知って胸が苦しくなる。鳴沢さん、そんな顔しないで。みんなといるのは楽しかったのよ。でも、時々私はここよって叫びたくなる時があった。そんな時、長野くんを見かけたの。確かにみんなといることは少なかったけど、教室で静かに本を読んでいて、放課後になるといつも図書室へ通っている姿を見て、なんだかいいなって思ったの。どういうこと？自分のしたいことをしてるって感じがして、羨ましいって思ったのよ。それで気がついたらいつも目で長野くんのことを追ってた。そのうち見てるだけでは足りなくなって勇気を出して声をかけたの。勉強を教えてってね。断られたら仕方ないって思ってたけど、なんとなく長野くんは断らないんじゃないかなって思った。その通りになって安心したけどね。そう言っていたずらっぽく笑う。一緒にいる時間が心地よかった。教え方もうまいから、苦手な数学も解けるようになって楽しかったのは本当だし、何より、
長野くんは私のことを否定しなかった。私が大口を開けて笑っても、マシンガントークしても、口をへの字に曲げても、子供みたいにふてくされても、絶対にその顔には似合わないからやめなって言わなかった。いつもニコニコ笑って受け入れてくれた。それが本当に嬉しくて、私にとって絶対に手放したくない時間になった。そのままの私でいられる大切な時間だったから。鳴沢さんはそう言うと、俺の目を見つめながら言葉を続けた。かすかに潤んだ大きな瞳。その目に見つめられて、俺は視線をそらすことはできなかった。私の初恋だったの。長野くんの存在は、私にとってずっとずっと忘れられない人。だから、今日の同窓会、長野くんも出席するって幹事の子から聞き出して、私も参加を決めたの。会えたら、あの時の告白の返事を今度こそ、偽りのない本当の気持ちを伝えようって、そう思って。鳴沢さんの言葉に俺は息を呑む。熱っぽい鳴沢さんの視線を受けて、俺の心臓はずっとうるさく鳴り響いている。あの時の告白。鳴沢さんは返事をし直したい、と言っている。なら俺は、鳴沢さん。俺は鳴沢さんの顔をまっすぐに見て、彼女の名前を呼んだ。その声に一瞬不安げな表情を浮かべる。そんな鳴沢さんを安心させるように、俺は微笑んだ。鳴沢さん、あの日の告白、あれは俺の本心だった。でも、西川たちに乗せられた勢いで、っていうかっこ悪い背景もあるんだ。だから、できれば俺からも、あの日の告白をやり直させてもらえないかな。俺は軽く咳払いをして、鳴沢さんへと向き直る。鳴沢さん、俺もあなたのことがずっとずっと好きでした。10年以上経っても、あなたのことを忘れた日はありません。あなたの笑顔も、膨れっ面も、何もかもが大好きです。俺と、結婚を前提に付き合ってください。俺の言葉に、鳴沢さんの瞳はあっという間に涙でいっぱいになった。はい、私も長野くんのこと、ずっと好き、大好きです。涙声で、最後まで言い切ると、鳴沢さんは、ポロポロと涙をこぼした。俺がそっと頭を撫でると、そのまま俺の胸の中で、声を上げて泣いていた。幸運なことに、店内には他のお客はおらず、マスターもそっと、俺たちのそばを離れ、静かに見守ってくれた。彼女が泣き止むまで、俺は胸の中にあるぬくもりを感じながら、鳴沢さんの小さな体を優しく抱きしめていた。同窓会から数日後のある日、一本の留守電メッセージが入っていた。それは西川からだった。話したいことがあるから会えないかという言葉が残されていた。俺は少し考えた後、西川へと連絡を入れ、会う約束を取り付けた。長野、悪いな、忙しいのに。いや、それより、話したいことって？学生時代の関係値もあって、西川とは世間話をする気にはなれず、会って早々に要件を聞く。そんな俺の言葉に、神妙な顔になりながら、西川は思い切り頭を下げた。突然の西川の行動に、俺は驚いて後ずさりする。長野、今まで本当に申し訳なかった。ああ。あの日、みんなにものすごく怒られた。みんなはちゃんと長野の事情を知っていて、転校した理由もちゃんと分かってた。俺だけがお前の事情を知ろうともしないで、自分で気づいた地位でもないのに優位に立ったつもりになって、ひどいことばかり言って、みんなにもお前はあの頃のままのガキだって、そう言われてものすごく恥ずかしくなった。許してもらえるとは思ってないし、謝りたいっていうのも俺のわがままでしかないけど、本当に今まで申し訳なかった。西川なりに、周りから言われた言葉を受けて考えたのだろう。これまでの行いは目に余るものではあったが、少なくとも、目の前にいる西川からの謝罪の言葉や気持ちは本当のものだと思うことができた。西川、もういいよ。長野！顔を上げた西川の顔は、
よく見ると目の下にクマがくっきりと浮かんでいた。イケメンで、周りには西川目当ての女子も多かった昔の彼の姿からはかけ離れていた。いろいろあったけど、お互い元気で頑張ろうな。そう言って、俺は来た道を戻るため、キビスを返す。長野、話聞いてくれてありがとう。じゃあな。背後から聞こえる声に、俺は特にリアクションも返すことなく、その場を立ち去った。正直、西川の言動は忘れることはできない。が、西川の話を聞けて、よかったとも思える自分がいた。鳴沢さん、幸恵と俺は、再会から半年後に結婚した。ほとんどが彼女のつながりではあるが、高校時代の同級生も数人招待した。西川への招待はさすがにしなかったが、友人を介して、おめでとう、お幸せに、というメッセージを受け取った。その時聞いた話によると、西川はあれだけ自慢していた有名企業を辞め、実家からも自立して、東北にある農家で働いているそうだ。己を鍛え直すためと、体の資本である食に興味が湧いたらしい。見せてもらった最近の写真には、髭面で泥だらけの作業着を着て笑っている西川の姿があった。いい笑顔ね。幸恵がぽつりとつぶやく。そうだね。でも、今日の俺たちの笑顔には勝てないよ。そう言って、ウェディングドレス姿の幸恵を抱き上げる。周囲からは歓声が起こった。ちょっと、つかさ、やめてよ。俺の行動に恥ずかしそうに顔をあからめながらも、幸せそうに微笑む幸恵。この笑顔を二度と手放すことはしないと心に固く誓った俺は、愛しい幸恵の額にそっと口づけをした。恵まれた環境かそうでないかは、自分では選べないことも多い。また、恵まれたというものの定義も、人それぞれだろう。でも、恵まれた環境にあぐらをかいているだけで、幸せをつかめる人は、きっとごくわずかしかいないはずだ。幸せを長く続けるために、努力を絶やしてはいけない。その努力の果てに、恵みや幸せはあるのだと、俺はそう思っている。この子って、昔から服とかメイクとか全然ダメで、中身も外見も超地味でつまんない子でさ。聞こえてくる会話は、どれも気分が悪くなるものばかりだった。俺が友人たちと飲みに行くと、会社の後輩と遭遇した。後輩の小玉さんは、黙ったままずっとうつむいている。さっきから、ずっと小玉さんの容姿を馬鹿にした会話がされていたからだ。こんな子、好きになる男いるのかしら。女として終わってるよね。きっとずっと独身。いやいや、彼氏なんてできないんじゃない？一緒にいる他の人間は、小玉さんを馬鹿にする言葉の数々に大笑いしていた。堪忍袋の尾が切れた俺は、一緒に飲んでいた友人に断りを入れ、彼女のところへと向かう。小玉さん、こんな飲み会やめて、こっちに来なよ。え、先輩？戸惑う彼女の目には、涙が浮かんでいた。はぁ？勝手なことしないでよ。誰あんた？あんたらの言葉聞いてたら、精神的に良くないから連れて行くんだよ。はは、こんな地味女が趣味なの？めっちゃウケるんだけど。彼女の正体も知らずに、俺の目の前でも遠慮なくぶつけられる暴言。それを聞いて俺は余裕の笑みを浮かべる。あんたたちは知らないみたいだから教えてあげるよ。彼女はね。その後に続いた俺の言葉に、女性陣は悲鳴を上げ、数々の暴言を深く後悔することになるのだった。俺の名前は鹿島正臣。大手化粧品メーカーで働いている。一つの商品を作り上げるのはかなり大変な作業だが、お客様からの喜びの声を聞くと、その苦労も一瞬で吹き飛ぶ。自分が身につけてきたスキルや知識が活かせる仕事に就くことができて、俺は毎日充実した日々を送っていた。鹿島さん、今度の新商品なんですが。ああ、それなら確か。ああ、小玉さん。同僚と話しているところに、小玉さんが通りかかった。
彼女は小玉さえさん。俺の二つ後輩で、社内ではあまり目立たない、控えめな性格の彼女だが、その仕事ぶりは優秀で、俺はいつも彼女に助けられている。この前お願いしていた仕事、もう終わってるかな？はい、先ほど先輩にメールで送っておきました。おお、ありがとう。いつも仕事が早くて助かるよ。いえ、では。そう言って去っていく。前髪で隠れていて、あまり表情は読み取れないのだが、口元はかすかに微笑んでいたように思う。小玉さんさすがですね。ああ、彼女のおかげで今回もスムーズに進みそうだよ。うわ、まとめてくれたデータ、めちゃくちゃ見やすい。こういうところも小玉さんならではですよね。小玉さんは率先して前に立つタイプではないが、縁の下の力持ち的な役回りも嫌な顔せず、しかもみんなの仕事が円滑に進むようにと、いろいろと心を砕いてくれる。俺のチームは本当に彼女がいてくれるおかげで仕事ができていると言っても過言ではない。自分の仕事を黙々とこなす彼女の後ろ姿を俺はしばらく見つめていた。数日後、俺は学生時代の友人たちと定期的に開催している飲み会に参加していた。よ、カシマ、お疲れ。お疲れ。お疲れ。村越、崎本。俺が最後だったのか。悪いな、待たせて。大丈夫だよ。僕たちもさっき着いたばっかだから。二人ともいつものでいいか？もう頼んじゃうからな。村越が頼んでくれたものが、一通りテーブルに並んだところで、俺たちは、おのおのジョッキを手に持ち乾杯する。今日もお疲れ様でした。乾杯！崎本が温度を取り、互いのジョッキを軽く合わせる。キンという軽やかな音を立てた後、俺たちは冷えたビールを喉に流し込む。ああ、美味しい。染み渡るな。村越、おっさん臭いぞ。うるせえ。同い年なんだから、鹿島だっておっさんだろうが。軽口を叩きながら笑い合う。学生時代から頭も良く、成績も優秀だった二人は、今では大企業に勤めていて、責任のある立場になっていた。しかし会えば、こうして昔と変わらないノリで話ができる。こういった存在がいることは、ありがたいと素直にそう思う。俺たちは飲みながら、互いの近況について話していた。村越は仕事忙しい？崎本が焼き鳥を頬張りながら尋ねる。俺は変わりなしかな。淡々とお仕事してますよ。お前が一番大変そうだって俺は思うけどな。そうか？別にみんなと何も変わらんよ。俺がそう言うと、村越はひょうひょうとした様子で答えた。なあなあ、それよりも、二人とも恋愛の方はどうなのよ。僕は全然だよ。そういう村越は？モテモテで困ってるとか？崎本、お前、それ嫌味か？残念ながら俺のこの魅力を分かってくれる女性とは巡り会えていない。はあ、なんと嘆かわしいことか。そう言って、村越は大げさに泣く真似なんかしている。村越、そういうとこだぞ。お前の面倒なとこ。俺が呆れながらそう言うと、村越は顔を上げてニヤニヤと俺の方を見る。あ、余裕の発言だね、鹿島くん。もしかして、例のあの子と進展でもあったか？鹿島はそうなの？何言って。二人からの質問に、俺は思わず赤面する。前回の飲み会の時に、俺はうっかり気になる人の存在を彼らに明かしていた。やはり覚えていたのか。二人の好奇に満ちた目から顔をそらしながら、俺は前回の失態を悔やむ。別に何もないよ。いつも通り仕事で接しているだけだ。なんだよ、もっと積極的に行けって。俺がぶっきらぼうに答えると、村越が呆れた顔をする。そんなことして嫌われたら困る。鹿島純情だよね。でもわかるよ。この年になると、なかなかいけないよね。俺の言葉に崎本は同意してくれた。村越だけが納得いかない顔をしている。もうちょっとアピールしないと。
他の男に持っていかれるぞ。村越の言葉に、頭の中でその光景を想像する。児玉さんと男が仲良さそうに一緒にいる場面を、だ。俺は思わず首を振っていた。そう。俺は、児玉さんに恋をしている。彼女が入ってきた当初は、特に何の感情もなく、先輩後輩として接していた。しかし、彼女の普段の仕事ぶりや、周囲の人への細やかな気配り、そして、あの長い前髪の下で時折見せるはにかんだ笑顔に惹かれ、俺は、気づけば、彼女のことを目で追っていた。いつか彼女が幸せそうに笑う姿を、間近で見れる日が来ればいい、という思いを、俺は密かに胸に抱いていた。しばらく飲んでいると、近くの席で大きな声が聞こえる。何気なくそちらへ目をやると、そこには見知った人物の姿があった。児玉さん？彼女がいる席からは楽しそうな笑い声が聞こえる。いわゆる合コンというやつだろう。そうか。まあ、児玉さんだって合コンとかするよな。出会い、求めてるのか。目の前で好きな女性が合コンに参加しているのを見るのは、思っていたよりショックだった。そうこうしているうちに、トイレに立っていた崎本が戻ってきた。ため息をつきながら席に着く。崎本どうした？俺が声をかけると、崎本は眉を潜めながらため息の理由を話す。いや、あの席の会話が最悪でさ、気分悪くなっちゃって。崎本が指し示す席を見ると、児玉さんがいるあの席だった。さっきから結構でかい声出してるよな。話し声がトイレの中まで聞こえてきてさ。なんか、女性同士は友達っぽいんだけど、一人の女の子をずっとバカにする発言してるんだよ。うわ、友達を自分上げの道具にする女とか、最悪だな。二人の会話を聞きながら、俺は児玉さんを見つめる。そんな話を聞いたからなのか、それとも、彼女たちの声が大きいだけなのか。会話の内容が耳に入ってくる。この子、こんな地味な見た目と性格だから、私たちがこうして連れ出してあげてるんだけど、メイクも洋服も全然で、さえ、ただでさえぼんやりした顔してるんだからさ、もっと主張した服とかにした方がいいよ。あ、でもセクシー系はやめなよ。パツパツすぎて洋服ちぎれちゃうからさ。アハハと女性二人が笑っている。明らかにバカにした笑いに、児玉さんはうつむいたまま何も喋ってこない。これでも、いろいろとアドバイスしてるんだけどね。でもほら、私とさえじゃ、ベースの差が、ね。ふふ、ゆうか、はっきり言いすぎだって。ごめんね、さえ。ほら、私ってサバサバしてるから、思ったこと言っちゃうんだよね。男性たちの反応がどうであろうと、女二人は児玉さんのことをバカにして、クスクスと笑っている。崎本の言う通り、最悪な内容だ。楽しそうな合コンなら邪魔したくないと思うこともできたが、このまま児玉さんを放っておくことなどできなかった。悪い、ちょっと行ってくる。え、鹿島？あの席の子、俺の職場の後輩なんだ。あんな場所に置いておけない。堪忍袋の切れた俺はそう言って立ち上がる。マジか、それなら行ってこい。うん、彼女が良ければこっちに連れてきなよ。二人の声に俺はうなずくと、児玉さんの席へと向かう。その間も、児玉さんを馬鹿にする会話はずっと続いていた。さえって、見た目だけじゃなくて仕事もパッとしなくて、職場にこもって作業してるんだよね。大詰めの時はそうなることもあるよ。作業着着てるとか言ってなかった？私なら仕事でもそんなダサい格好無理。頭だけは良かったのに、結局そんな仕事にしかつけなかったんだよね、さえは。うつむく児玉さんを見かねて、男性陣が話の矛先を変えた。ゆかちゃんたちは確か MK カンパニー勤務だっけ？そうなの。今度新商品も発表されるの。それがね。そう言って自慢げに話している女の言葉を遮って、
俺は小玉さんへ声をかける。小玉さん。え、先輩？この子を連れて行くから。小玉さん、俺たちと飲み直そう。そして俺は小玉さんを立ち上がらせて、俺たちの席へと案内する。そんな俺に食ってかかったのは、自慢話をしていた露出の高い服を着た女性だった。はあ？あんた何なの？勝手なことしないでよ。人のことを貶めた会話しかしない席に、俺の知り合いを置いておきたくないんでね。こっちのことは気にせずに。さっきの自慢話、どうぞ続けてください。もしかして冴え狙い？ぷぷ、物好きすぎてウケるんですけど。勝手に言っていればいい。さあ、小玉さん、行こう。下品な笑みを浮かべる女性二人を一別し、俺は小玉さんの手を引いて歩き出す。後ろからはギャーギャーと女の騒ぐ声が聞こえたが、男性陣がなだめると、機嫌を良くしたのか、こちらへの興味を失い、やがて声も聞こえなくなった。あの、先輩。小玉さん、余計なお世話かもしれないけど、あんなの友達じゃないよ。さっさと縁を切った方がいい。すみません。小玉さんが謝る必要はないでしょ。それより、俺の方こそ強引でごめん。いえ、ありがとうございます。俺の友達を紹介するよ。二人ともいい奴らだから安心して。俺が微笑みかけると、小玉さんもかすかに微笑み返してくれた気がした。村越と崎本が待つ席へ戻ると、二人が笑顔で出迎えてくれた。小玉さん、村越と崎本、二人とも学生の頃からの友達なんだ。君が鹿島の後輩ちゃんだね。嫌な思いしたね。気分は大丈夫？二人がそう小玉さんに声をかける。ありがとうございます。あの、はじめまして。私、小玉さえと言います。鹿島先輩にはいつも仕事でお世話になっていて、今日は突然お邪魔する形になり、すみません。小玉さんは丁寧に頭を下げている。気にしないでいいよ。こっちで楽しく飲もう。うんうん。席は、鹿島の隣でいいかな。メニューどうぞ。ありがとうございます。こうして小玉さんを交えて、俺たちは飲み始めた。お二人とも、大企業にお勤めなんですね。すごい。そういう小玉ちゃんだって、鹿島と同じ会社でしょ？エリートじゃん。そんな、私はたまたま運が良かっただけで。小玉さん、また過剰に謙遜してる。そういうのはやめた方がいいって前にも言ったでしょ。すみません。俺の言葉にシュンとする小玉さん。しまった。ちょっと言い過ぎたか。鹿島、もっと優しく言ってやれよ。小玉ちゃん怯えてるじゃん。俺は優しいと周囲から言われてる。俺にはいつも厳しいくせに。村越は優しくすると調子に乗るから厳しめでいいんだよ。なあ、崎本。そうだね。村越にはそれでちょうどいいね。お前らな。はあ、小玉ちゃん慰めて。皆さん仲良しですね。俺たちのやりとりを見て、小玉さんが楽しそうにしている。よかった。これで少しでも気分が晴れればいいのだが。よかったら私たちも混ぜてくれませんか？やたらとこびた声で。俺たちの飲み会に割り込んできた人物がいた。先ほど、小玉さんと一緒にいた女性たちだ。あなたたちの席はあっちでしょ？俺が冷たく突き放すが、彼女たちは引き下がらない。あの人たちつまんなくて。大した会社でもないし、安っぽいブランドしか身につけてないし。彼女たちの言葉が聞こえたのだろう。彼女たちがいた席を見ると、気まずそうな顔でそそくさと帰り支度をしている男性たちが見えた。それに比べて、ユカと呼ばれていた女性が、俺たちの身なりをチェックするように見回す。寝踏みするようなその視線に寒気がした。あなたたちは素敵だから、ぜひ仲良くなりたいなーって。さえちゃんの知り合いなんでしょ？私たちも仲間に入れてほしいな。俺は村越と崎本を見た。険しい顔をしているのは、どちらも俺と同じだったが、ほんの一瞬、村越が、彼女たちに鋭い視線を向けていた気がした。
悪いけど、君たちみたいな下品な人と飲んでも酒がまずくなるからお断りだね。僕も無理かな。香水の匂いがきつくて、せっかくの料理も楽しい気分も台無しになるのは嫌だから。二人とも顔こそにこやかだが、辛辣な言葉を吐いている。俺も、人を傷つけて平気な顔してる人は遠慮するよ。帰ってくれる？小玉さんを傷つけたこの二人が、到底許せるはずもなく、俺はニコリともせず突き放す。俺たちの身なりから金持ちかと思って狙いを定めたのだろうが、その誰からも相手にされないことで、二人の表情が一変する。何よ、私たちみたいな美人が声かけてやったのに断るとか信じられない。さえなんか好みなんだから私たちの良さがわからないんでしょ？ちょっとイケメンだから遊んであげようかと思ったけど、趣味の悪いあんたたちなんてこっちから願い下げよ。マミ、行くわよ。鬼のような形相でそうまくし立てると、鼻息荒く店を立ち去った。すみません、本当に。小玉さんが謝罪の言葉を口にする。小玉さんは何も悪くないよ。そうそう、あいつらが悪いの。崎本と村越が小玉さんに声をかける。謝るのはもう終わりにして飲み直そう。先輩、皆さんありがとうございます。その後も俺たちは店を変えながら飲み会を続けた。村越や崎本ともすっかり打ち解けた小玉さんは始終楽しそうだった。翌日、仕事をしようとデスクに向かう俺に小玉さんが声をかけてきた。あの、鹿島先輩、昨日はありがとうございました。こちらこそ、小玉さんに楽しんでもらえてよかった。あと、友達がすみませんでした。そう言って小玉さんは頭を下げた。あの友達二人が失礼なだけで、彼女は何も悪くない。小玉さんが謝ることじゃないって昨日も言ったでしょ。それより、あの子たちは本当に友達なの？俺の言葉に小玉さんは辛そうな顔をした。ゆかは高校の頃からの友達です。もう一人の子はゆかの職場の友達で、何回かああいった席で一緒になりました。昔からゆかは自分が上じゃないと気が済まない子で、いつも私の容姿をバカにして自分が上なんだって周囲に見せつけてました。マミちゃんって子もゆかと同じタイプみたいで、二人に呼ばれるといつもああなるんです。話を聞いていて俺はげんなりした。確かに俺の周りにもそうやって他者を落として優位を保とうとする奴はいたが、それが大人になっても続いているとは。でも仕方ないんです。私地味でスタイルも良くないから。小玉さんが悲しそうな笑顔で言う。その言葉に俺はすぐさま反論した。小玉さんは控えめだけど仕事は優秀だし、周囲への気配りもできる人じゃないか。社内のみんなだって小玉さんのことを信頼してる。あんな風に他人をバカにして笑える方が間違ってるんだ。もっと自分に自信を持つんだ。それにあんなのは友達とは言わない。痛くない相手とはいなくていいんだよ。自分を傷つけるような奴とは縁を切っていいんだ。俺の言葉に小玉さんはびっくりした顔をしていた。あ、ごめん、思わず。でも小玉さん自身が一緒にいて楽しい、心地いいと思う人とだけ付き合えばいいと思うよ。その方が笑っていられるだろう。そうですね、本当にそうですよね。小玉さんの肩がかすかに震えていた。俺は静かに彼女が落ち着くのを待った。ありがとうございます、先輩。そう言って笑っている。やっぱり小玉さんは笑っている顔の方が可愛い。って俺は何を考えているんだ。一人あわあわしている俺を小玉さんは不思議そうに見ている。あ、そうだ、村越と崎本が小玉さんと一緒に飲めて楽しかったって。よかったらまた今度も一緒にどうかな。え、本当ですか？ぜひお願いします。楽しみです。俺からの提案に目を輝かせている小玉さんを見て、俺の胸がかすかにざわついた。
なんだ、このざわつきは。そんな俺をよそに、小玉さんは、私これから頑張りますと言って、自分のデスクへと向かう。彼女が元気になったのは喜ばしいはずなのに、自分の心に不可解な感情が芽生えた気がした。その日以降、小玉さんは変わった。長かった前髪を含めてバッサリと切り、髪色も明るくなった。髪に隠れていた顔が見えるようになり、メイクも少し変えたのか、可愛らしい顔立ちがより際立つ。そして数ヶ月後には少しスリムになり、着られる洋服にも幅が出たのか、通勤時のファッションにも少し華やかなものも混じるようになってきた。女性社員ともおしゃれについての話が盛り上がり、楽しそうに話す彼女の姿をよく見かけるようになった。そして男性社員たちはざわついた。もともと仕事ができて気配り上手な彼女は、好感度も高かったのだが、可愛さゲージが急上昇している彼女を放っておく男はいないだろう。デートに誘われているシーンを何度か見かけたこともあった。そうしてこの数ヶ月で、小玉さんはあっという間に社内で男女問わず大人気になっていた。彼女が明るくなり、その効果で周囲も明るくなったのは喜ばしいことだ。特に男性社員たちのやる気が上がり、仕事の進みも良くなったという効果も、チームをまとめる俺の立場からするととてもありがたいことだった。しかし、鹿島先輩。小玉さん、そんなに急いでどうしたの？すみません。何度も聞いてしまって申し訳ないとは思っていますが、村越さんたちのご予定ってどうですか？ご都合つきそうですか？彼女は返信して以来、こうして村越たちの予定を聞いてくるようになったのだ。これまでの小玉さんからは考えられないくらい積極的な姿勢に、俺の心のざわつきは大きくなっていく。いや、それが、村越が少し忙しいらしくて、もう少ししたら落ち着くらしいんだけど。そうなんですか。お仕事が忙しいなら仕方ないですよね。二人とも楽しみにしてるって言ってたから、もう少し待っててもらえると助かるよ。はい。先輩すみません。皆さんとまたお会いできるのが楽しみすぎて、しつこいですよね。しゅんとうなだれる小玉さんに俺は笑顔を向ける。ははあいつらもその言葉聞いたら喜ぶよ。飲み会の日程決まったら、必ず小玉さんに声をかけるから待っててね。はい。ありがとうございます、鹿島先輩。では、失礼します。俺の言葉に嬉しそうな笑顔を浮かべ、小玉さんは去っていった。その笑顔は、一体誰に向けたもの？そう考えて、俺は一つの考えにたどり着く。もしかして、小玉さんは村越か崎本のどちらかのことが好きなのか？だから、あんなに飲み会を楽しみにしているのか？そう考えると納得がいった。彼女が変わり始めたのはあの飲み会の翌日。また飲み会をしようと約束した後からだ。なんだ、そういうことか。ははは。彼女は村越か崎本のどちらかに恋をして、綺麗になる努力をした。その姿を見てほしくて、飲み会をとても楽しみにしている。そういうことなのだろう。これは、さすがにきついな。力なく笑い声を漏らすと、俺はその場からしばらく動けなくなっていた。それから数週間後、飲み会が開かれ、小玉さんと共に店へと向かう。中へ入ると村越が先に来ていた。ずいぶん早いな。ああ、ちょっと野暮用があってさ。って、そんなことより小玉ちゃん、めちゃくちゃ可愛くなってる。すごく似合ってるよ。あ、ありがとうございます。頑張りました。そうやって努力できるのってすごいことだよ。なあ、鹿島。村越の言葉に、頬を赤く染めてはにかんでいる小玉さんをぼーっと眺めていた俺は、村越の呼びかけに気づかなかった。鹿島？おーい。小玉ちゃんに見惚れて俺を無視するな。その言葉にようやく我に返る。先元はまだなんだな。もうすぐだと思うけど。注文だけ先に決めておこうぜ。何を頼むか話しているうちに、
崎本も無事に到着し、俺たちは近況を話しながら飲み始めた。楽しそうに話す小玉さん、村越、崎本の様子を眺めながら、俺は静かに飲んでいた。邪魔をしてはいけないという思いと、素直に応援できないという相反する気持ちを抱えながら、俺はぼーっとしていた。誰に話しかけられても反応が鈍い俺に、みんなが心配そうな顔をしていた。そうやって、微妙な空気のまま、しばらく飲んでいた時だった。もしかしてさえ？うっそ、イメチェンしたの？俺たちの席に見覚えのある二人が近づいてきた。ゆか、マミちゃん。小玉さんを見下す発言ばかりしていたあの二人だった。まさか、また鉢合わせるとは。あ、この間の人たちじゃん。こんばんは。まだ諦めていないのか、俺たちに色目を使ってくる。ゾワゾワと寒気が襲ってきて、思わず腕をさすると、向かいに座る崎本も同じように腕をさすっていた。何？もしかして、この人たちに見合うようにメイクとか変えたの？ウケるんだけど、そんなことしたって、中身はジミコのままなんだから、つまんない女なのは変わりないのに。ユカという女性が小玉さんを睨んだ後、笑みを浮かべ俺たちに話しかける。皆さん知ってます？この子学生の頃から勉強ばっかりで、流行りのものも知らないし、話しててもほんとつまんなくて、みんなから嫌われてたんですよ。マジで？サエちゃんやばーい。ああ。小玉さんは二人の言葉にうつむいてしまった。その様子を見てクスクスと笑っている。ほら、そうやってまた、私かわいそうみたいな空気出してさ、そういうの痛いからやめなよ。でもあんたは、そうやってジメジメした空気出してる方が似合ってるよ、ジミコちゃん。いい加減にしろよ。あまりの暴言に、とうとう俺は我慢できなくなって立ち上がる。あんたらみたいな奴には、小玉さんの素晴らしさは一生わからないだろうな。彼女はいつも人の何倍も努力して、周囲の人たちを助けているんだ。どんな仕事だったとしても、一切手を抜かず、真摯に取り組む力のある人なんだ。彼女の気配りや笑顔にどれだけの人が救われているかわからないだろう。彼女は外見だけじゃない。中身も本当に素敵な人なんだ。これ以上彼女を侮辱するなら俺が許さない。そう言い切ると、俺は肩で息をしていた。人に対して怒鳴ったのは初めてかもしれない。はは、ばっかじゃないの？こんな地味女のことで熱くなって。わかった。あんたさえのこと好きなんだ。笑える。こんな女が好きとか、あんたもさえと一緒でさえないやつなんでしょ？後輩とか言ってたっけ？ってことはあんたも工場で作業着姿で底辺の仕事してるってわけだ。あはは、お似合いじゃん。ゆかは、小玉さんをかばった俺のことも、馬鹿にしてきた。その発言には、この場にいる誰もが呆れ返っていた。何か勘違いしてるみたいだけど、鹿島と小玉さんが勤めてるのはあの大企業プレシャスだよ。小玉さんの友達なら知ってると思うけど。崎本がたまりかねたように事実を告げる。確かに前にそんなこと言ってたの聞いたけど、プレシャスの下請け工場で働いてるんでしょ？作業服着てさ、それで大企業勤務ですって顔されてもね。私、プレシャスのローズガーデンシリーズ全部持ってる。お肌に優しくて香りが最高なんだよね。うっとりとした顔でマミという女性が話している。彼女はどうやら、うちの商品のファンらしい。それならば、と俺は、小玉さんのことを彼女たちに告げる。そのローズガーデンを開発したのは小玉さんだよ。何の冗談？さえは工場勤務でしょ？彼女はうちの会社で開発部門に在籍してる。大ヒット商品のローズガーデンシリーズも、彼女のアイデアと努力から生まれたものだ。そのおかげで、うちの会社は今のような有名企業になったと言ってもいいくらいの貢献度だよ。その後もエアリーナ、キュアコス、次々ヒット商品を開発してる。
流行に敏感なら知ってる名前じゃないのかな。俺の言葉に二人とも言葉を失っている。生産部門に顔を出すこともあるから、作業着を着ることもある。そもそも作業着だから底辺、ブランドスーツだから上流だなんて考え自体がバカバカしいけどね。どんなことでも頑張ってくれる人がいるから、自分たちの生活が成り立っているのに、他者への感謝も尊敬もなく、上辺だけでしか判断できないなんて、大人としてどうかと思うよ。村越も崎本も、うんうんと俺の言葉にうなずいている。マミは顔を真っ赤にしてうつむき、ユカはわなわなと震えている。自分が馬鹿にされるのは悔しいようだ。何よ。ちょっといい会社にいるからって偉そうに。それなら、私たちだって天下の MK カンパニー勤務なんだから。悔し紛れなのか、ユカがそう叫ぶ。彼女が口にした MK カンパニー。有名企業の一つで、海外にも進出している大企業だ。ちらっと村越を見ると、にっこりと満面の笑みを浮かべている。その笑顔を見て、俺はもうこれ以上言うことはないと身を引く。その様子に、勝ったと勘違いした彼女は、得意げな顔でふんぞり返っていた。私たちの方が上なのよ。さえもあんたも、私から見れば格下。はいはい、ちょっといいかな。ユカの言葉を遮って、村越がにこやかな顔で手を挙げた。村越のひょうひょうとした態度に、ユカも毒気を抜かれてキョトンとしている。確か、野尻ユカさんに矢野真美さんだったよね。そう、そうよ。何？ようやく私たちの魅力に気づいたわけ？村越は軽そうに見えるが、イケメンであることは確かな顔立ちだ。そんな男に名前を覚えられていたことに気を良くしたのか。ユカもマミも笑顔を浮かべる。しかし、違和感に気づいたのか、疑問を口にする。なんでフルネーム知ってるの？もしかして、サエに聞いたとか？ユカは小玉さんの方を向くが、小玉さんは首をふるふると振っている。なんでってそりゃ、自分の会社の人間の顔と名前くらい覚えてるよ。ああ、自己紹介がまだだったね。俺は村越和成。君たちが自慢していた MK カンパニーの現社長の息子だよ。ま、派遣社員だからっていい加減な仕事しかせず、男あさりしかしてない君たちは、俺のことなんて知らなかったのかもしれないけどね。村越は笑顔を崩さず、二人に話しかける。その笑みはいつもの気さくな笑みとは違う、得体の知れない怖さを感じる笑みだった。それを感じているのか、ユカとマミの顔色は青ざめている。最近勝手に社内情報を漏らしてる人がいて、会社としても困っててさ。君たち今日も合コンしてたでしょ？社内で得た情報を自慢げにペラペラ喋ってたね。過去には SNS に投稿してるのも確認したよ。問題行為って認識してなかったのかな？その。ああ、そうそう。今日の君たちの合コン相手。俺がお膳立てしたんだけど、どうだったかな？なかなかのイケメンだったでしょ？彼らからもちゃんと証拠もらったから。村越から告げられる言葉に。彼女たちの顔色はみるみる色を失い、二人でカタカタと震え始めている。明日楽しみにしててね。ああ、逃げても無駄だよ。大人なんだからさ。ちゃんと責任は取ろうね。そう言うと村越は立ち上がり、震える彼女たちへと近づく。俺の大事な友人たちを傷つけたことも許す気ないから。さっさとここから立ち去ってくれる？君たちの顔はしっかりと覚えたけど、これ以上見続けたくないからさ。その言葉にひーっと声を漏らして二人は慌てて走り去っていった。席へと戻ると村越は呆れた顔をしていた。まったく、近頃の若いもんはどうなってんのかね。嘆かわしいよ。村越、おっさん臭いって。いや、前に見た時にうちの派遣だなと気づいたんだけど、会社で問題になってる件と結びついたのは最近でさ。今日も偶然重なっただけで仕組んだわけじゃないんだ。そもそも彼女らがこの席にちょっかい出してこなければ、ここまでのことにはならなかったんだけどね。そう言って
村越は唐揚げを口に放り込んでもぐもぐしている。あの、村越さんって社長さんだったんですか？私、全然知らなくて、びっくりしちゃって。小玉さんが胸のあたりに手を当てながらそう話し始める。正確には、次期社長だけどね。今は父親の後を継ぐために勉強中。最近忙しかったのも、彼女らの問題に当たってたからなんだ。なかなか飲み会開けなくて、ほんとごめんね。村越が、顔の前で手を合わせ、小玉さんに謝っている。いえ、お忙しいのに時間を作ってもらえて感謝しています。ありがとうございます。小玉ちゃんは本当にいい子だね。村越がおじいちゃんのような口調で話すのを聞いて、小玉さんがこらえきれずに笑っていた。ああ、そうか。彼女が好きなのは村越なのか。彼女の笑顔を見た俺はそう考えていた。村越は頭も良くて、明るい性格で、学生の頃から男女問わず人気があった。そんな村越に小玉さんも惹かれているんだろう。俺の大事な友人である村越と小玉さんがくっつくなら、俺は祝福すべきなんだろう。でも、俺の胸中は複雑だった。鹿島先輩、どうしたんですか？具合悪いんですか？すっかり無言になった俺の様子に、小玉さんが心配そうに声をかけてくれる。彼女の顔を見ることができない俺は、うつむき気味に大丈夫だよと声を出すので精一杯だった。そんな俺の様子に、崎本と村越が何やらこそこそと話している。二人は互いにうなずき合うと、急に大声を上げた。ああ、いっけね。俺、会社に戻らないとだったわ。僕も家で上京してきた両親が待ってるの忘れてた。帰らないと。わざとらしいのは見え見えだったが、二人は大急ぎで帰り支度をしている。小玉さんも二人の行動に目を丸くしている。おい、二人とも。悪いな、鹿島、小玉ちゃん。ここに今日の分は置いておくから会計よろしく。本当にごめんね。今日はこのまま二人でゆっくりおしゃべり楽しんでね。戸惑う俺たちを置いて二人は席を立つ。小玉ちゃん。これからも鹿島のことよろしくね。鹿島は本当にいいやつだから。小玉さん安心してね。二人とも仲良くね。そう言い残して二人は去っていった。席に残された俺たちはポカンとしていた。一体何なんだ？そうつぶやいて俺はハッとする。村越が帰ってしまったから、小玉さんはがっかりしているんじゃないだろうか。慌てて俺は小玉さんへと声をかける。小玉さん、二人も帰ったし、俺たちも。俺と二人で飲んでもきっと、小玉さんは楽しくないだろう。早々に切り上げるのが、俺にとっても小玉さんにとっても最良の策だと思った俺は、そう声をかけようとしたのだが。あの、私、お話ししたいことがあります。小玉さんが意を決したように言う。あまり聞いたことのない彼女の大声に。俺は面食らった。これで村越のことが好きだから協力してとか言われたら、俺は立ち直れるのだろうか。そんなことを頭の片隅でぼんやりと考えていたが、小玉さんの口から出たのは意外な言葉だった。私、鹿島先輩にはとても感謝しているんです。え？私、ゆかが言っていた通り、昔から人と話すことが苦手で、いつも一人で過ごしていました。社会人になってもそれは変えられなくて、仕事で困ったことがあっても誰かに聞くこともできなかったんです。そんな風に仕事をすればミスが起きるのも当然ですよね。大事なデータを消すっていう大きなミスをしてしまいました。でもそんな状況になっても相談することができなくて、ただ泣きそうになりながらオロオロするだけだった私に気づいてくれたのが鹿島先輩でした。小玉さんの言葉に、記憶に埋もれていた過去のことを思い出す。確かに小玉さんが入社したての頃、泣きそうな顔で困っていたのを助けたことがあった。でも、あれは結局大事にはならずに、データは無事に修復できたよね。はい、鹿島先輩がすべて元に戻してくださったおかげです。その時に鹿島先輩が、せっかく同じ会社に入ったんだから、みんなで助け合いながら頑張ろうねって励ましてくださって、
その言葉と笑顔に、私はとても救われたんです。私の存在を認めてくれる人がいる。こんな私でも、ここにいていいんだ、ってそう思えて、自分が思っているほど、周りの人は怖くないって、そう気づかせてもらえたんです。小玉さんの言葉に、俺は胸が少し苦しくなった。彼女が会社に入ってようやくそう思えるようになった、ということは、それまでの彼女が周囲にどのような扱いをされていたのか、想像がついてしまったからだ。きっとあのユカという女性のような人が筆頭になって、小玉さんの自己肯定感をどんどんと下げていったのだろう。それからも、鹿島先輩は何かと私のことを気遣ってくださって、その姿を見て、私も先輩のように周囲のことをよく観察しながら動くようになったんです。そうしたら、みんなも喜んでくれて、鹿島先輩からありがとうって言ってもらえるのが嬉しくて、毎日仕事に来るのが楽しみでした。だからここまで頑張れたんです。全部全部、鹿島先輩のおかげです。俺のおかげなんて、嬉しい言葉が聞けて思わず照れてしまう。そんな俺の顔を見て、小玉さんは一瞬考えていたが、戸惑いがちに口を開いた。先輩は気づいていないかもしれませんが、ダイエットを頑張ったのも、メイクを研究したのも、全部先輩に見て欲しかったからなんです。前に助けてもらった時、憧れの先輩と一緒にお酒を飲んだのが、すごくすごく楽しくて、また誘ってもらえるように綺麗になりたいって、そう思って、私、頑張ったんですよ。頬を赤く染めた小玉さんが、上目遣いに俺の顔を見つめる。小玉さんの言葉とその表情に、俺の思考回路は大混乱した。今、小玉さん、なんて言った？憧れの先輩？見て欲しかった？嘘だろ？でも、小玉さんが好きなのは。え、待って。小玉さんは村越のことが好きなんじゃないの？村越さん？なんでですか？いや、だって、村越と話すとき嬉しそうだったし。もごもごと俺がそう口にすると、小玉さんは鹿島先輩と俺を呼ぶ。そして、まっすぐに俺の顔を見て言葉を続けた。私、ずっと先輩のことが好きでした。私が一緒にいたいのは鹿島先輩だけです。ダメですか？思わぬ告白に固まってしまう。返事をしないと、と思うのに、うまく頭が回らない。先輩言ってくれましたよね。一緒にいて、心地いいと思う人とだけ、付き合えばいいって。私にとってその人は、鹿島先輩なんです。そういう小玉さんの手は、かすかに震えていた。控えめな彼女がこうして、自分の気持ちを告げることにどれだけ勇気が必要か。俺は回らない頭の中から伝えるべき言葉を探し出す。俺も小玉さんのことがずっと好きだった。いつも一生懸命なところも、周りへの細かな気遣いも、それに時折見せてくれる笑顔が大好きだった。そう言い切ると、小玉さんは目を丸くしていた。俺も小玉さんの隣にいたい。俺と付き合ってくれますか？言いながら、顔がどんどん熱くなるのが自分でもわかる。恥ずかしくて倒れそうだったが、小玉さんにこの思いが届くようにと、彼女から目をそらさず、まっすぐに見つめる。しばらく黙ったままの小玉さんの瞳から、涙が溢れこぼれ落ちた。え？女性を泣かせてしまったと慌てふためく俺を見て、小玉さんがふふっと笑い声を漏らす。鹿島先輩、私、今すごく嬉しいです。大好きな人に思いが通じると、こんなにも幸せな気持ちになるんですね。そう言って、彼女は幸せそうな微笑みを浮かべた。その微笑みは、今まで見た中で一番綺麗だった。後日、村越を介して聞いた話だが、ユカとマミは、あの日の翌日、重役たちの集まる会議で、今回の問題行動について問い詰められ、泣きながら謝罪したらしい。しかし、国内有数の大企業の信頼を失墜させかねない事態を招いたということで、二人とも即日契約打ち切りとなった。そして、
派遣元の会社からもお咎めを受け、解雇され、その後はどうなったかわからないらしい。小玉さんにも連絡が来ていたが、俺が代わりに返事をしたら、二度と連絡をしてこなくなった。俺の大切な人にも、無事に平和が訪れてほっとしている。その後、俺と小玉さんは正式にお付き合いを始めた。もちろんその報告を村越と崎本にもしたが、二人ともやっとくっついたかと笑っていた。どうやら、二人には俺たちの気持ちが丸わかりだったらしい。それで先日の飲み会で、村越と崎本は、俺たちの背中を押そうと、急に猿芝居を始めた。ということが種明かしされた。結婚式の友人代表は僕たちに任せてよね。二人の馴れ染め的なビデオ、張り切って作っちゃうよ。まったく、気が早いって。盛り上がる二人を眺めながら、小玉さんは楽しそうに笑っている。大事な友人たちに、大切な恋人。俺が一緒にいたいと思う人たち。彼らに出会えたことに感謝したいと思う。だからこそ、この奇跡のような出会いを大事にしたい。これから先、一緒にいたいと思ってもらえるような俺でいるために。俺自身を磨き続けたいと、みんなの笑顔を見ながら、そう強く思っていた。まだ汚い格好でうろついて、まさか、それしか服を持っていないとか？テレビ撮影用のセットを作るのが仕事の俺。翌日の撮影のため、スタジオでセットの組み立て作業をしている最中、テレビ局に勤めている高校時代の同級生はやってきた。そして、作業着姿の俺を見下して、笑うのだった。うちにはお偉いさんも来るんだから、見た目には気をつけてよ。こっちが恥をかくんだからさ。昔から陰湿で、何かとこちらを馬鹿にしてくるやつだった。彼のせいで非常に嫌な思い出もある。しかし、俺自身のことは構わない。問題は、俺たちの仕事を馬鹿にされることだった。貧乏臭いセットだな。こんなのを作るやつのセンスが知れないよ。何？俺が怒りをあらわにした途端、その場の空気が一変する。そして彼は、見下し続けた俺に、頭を下げることになるのだった。スタジオ中が騒然とする中、初めて知る事実に言葉を失いながら。はい、オーケー。お疲れ様でした。プロデューサーの声とともに、大勢の人間が一斉に走り出す。俺の仕事が始まった合図だ。いつも思うけど、ちょっと切ないですよね。全部取っておけたらいいのに。手を動かしながらぼやく俺を、先輩の一人が笑った。気持ちはわかるが、全部取っておくとしたら、倉庫がいくつあっても足りないな。ですよね。俺の名前は半ば律、30歳。仕事は、バラエティ番組やドラマ、CM などの大道具制作。つまり、撮影に使う背景や装飾といったセットを作ること。今は撮影が終わった音楽番組のセットを同僚たちと一緒に解体しているところだ。この部分なんて何度も作り直して完成まで半月もかかったのに。撮影で使うのはたったの半日くらいですよ。実際の放送に使われる時間はそれよりさらに短いよな。本当、儚いですよね。撮影で使うセットを一から作り上げ、現場に運んで組み立てる。そして、撮影が終わったら、次の撮影のため、即座に解体する。そこまでが俺たちの仕事だ。けれど、細部まで心を込めたセットをバラバラにしていくのは、いくら経験しても切なくなる作業で、もし叶うことなら、どれも解体せずに保管しておきたいのだが、それも無理な話なので、せめてお疲れ様の気持ちを込めて、なるべく丁寧に解体していくのだった。俺が働いている半ば美術制作所は、父が経営している会社だ。根っからの職人気質で無口。仕事ばかりでほとんど家に帰ってこない父が、子供の頃は正直、
あまり好きじゃなかった。なのに、父と同じ大道具製作の道に進もうと決めたきっかけ。それは、大好きだった特撮ヒーロー番組を見ていた時、母に言われた一言だった。今週もすっごく面白かった。特にレッドが一人で怪人のアジトに乗り込んで、他のみんなを助けたところ。リッツ、どうしてレッドはかっこよかったんだと思う？え、そんなの、レッドが強くて、かっこいいヒーローだからでしょ？それもあるけど、実はね、お父さんのおかげでもあるのよ。え？そこで知ったのは、怪人のアジトを作ったのが父の会社だということ。どこからどう見ても、あれは窓から本物の海が見える潜水船の中だったのに。もうすぐ船が沈む、と焦るヒーローたちを見て、俺は半泣きになりながら、早く脱出してと心から応援したのに。もしもリツが自分のお部屋で船が沈むぞって言われたら、今すぐ逃げなきゃって思うかしら。うん、だって船の中じゃないもん。お部屋は沈まないよ。そう、だからお父さんはすごいのよ。にっこりと笑って母は俺に言った。父の仕事は俺がヒーローたちと一緒になって焦ったように、大勢の人の心を動かすこと。父のような職人たちが作るセットがなければ、どれだけ役者の演技が素晴らしくても、ただセリフを喋っているだけになってしまう。だから、いつも心を込めてセットを作っている父は、ヒーローと同じくらいかっこいい人なのだと。その本当の意味と、父の技術がどれだけ優れたものだったかは、会社で働き始めてから実感した。決して役者やタレント以上に視聴者の目を引くほど派手になりすぎてもいけない。しかし、誰の記憶にも残らないような単なる背景になってもいけない。そんなちょうどいい塩梅のセットを作ることがどれだけ難しいことか。おい、そこの色は変更だ。塗り直しとけ。会社の工房で作業をしていると、父はこんな指示を出してくることがある。理由を尋ねても、言う通りにしろとだけ。ところが、実際に現場でセットを組み立て、そこに出演する芸能人が立った時、俺はいつもその意味がストンと腑に落ちるのだった。そうか、衣装の色が。番組の司会を務めるお笑い芸人が衣装をリニューアルした。あるいはヘアスタイルを変えたり、イメージを変えるような出来事が起こったり、そんな情報をいち早く仕入れ、そこに立つ出演者が最も引き立つように、セットの完成図を頭に思い浮かべることができる。そこが、父自身も職人として優れているのと同時に、そんな父を尊敬した大勢の職人が、まだ小さかった頃の会社に集まった理由だと思う。その結果、今や父の会社は業界大手にまで成長。確かな技術と決して細部まで妥協しない姿勢から、テレビ局にも熱い信頼を寄せられている。今では俺も父を尊敬する人間の一人だ。まだまだ認めてもらえる日は遠いけれど、いずれは肩を並べられるような職人になって、立派に父の後を継ぎたい。そのために、今はひたすら手を動かすのみ。父や先輩の職人たちに学びながら、積極的に仕事を引き受けて、コツコツ腕を磨いている最中なのだった。そんなある日、仕事の打ち合わせをするため、とあるテレビ局を訪れた時だった。あれ？君、半ばだろう。半ばリツ君。スーツを着た社員らしい男性が、やけに慣れ慣れしく声をかけてきた。その声には聞き覚えがあった。というか、できれば二度と聞きたくなかったというか。もしかして、安田？ぎこちなく振り向くと、声の主はニヤニヤと不敵に笑っていた。その表情までもが昔のままで、かつての記憶が一気に蘇って、俺は一瞬でひどい顔色になったらしい。一緒に来ていた後輩が、ぎょっとして、大丈夫ですかと心配してくれた。ずいぶん久しぶりだね、半ばくん。高校を卒業して以来かな。その男性、安田さとしは、俺の異変などお構いなしに、ベラベラと自分語りを始めた。
そこそこ有名な私立大学を卒業後、このテレビ局に入社。様々な部署で経験を積み、今年とうとう花形の制作部へ異動になった。すこぶる順調に出世コースを歩んでいて、上からも強く期待されていると。まあ、かなり忙しいけど、順風満帆だよ。仕事も、あとプライベートもね。そうか、それは何よりだよ。プライベートの部分を強調するあたり、彼は俺の顔色が悪い理由に気づいている。気づいていながら、わざわざ口に出す。そんな陰湿さまで、あの頃と少しも変わっていない。俺から初めての恋人を奪った、13年前と。だって僕の方が彼女とお似合いだと思ったから。あの時も、安田はニヤニヤと笑いながら、俺の恋人だった女子と付き合い始めたのだと報告してきた。他に好きな人ができたのと、いきなり別れを告げられた翌日だった。そこで俺は、クラスメイトの彼に恋人を略奪されたのだと悟ったのだった。そうそう、ついでに教えといてやったよ。君は社長の息子だけど、全然金持ちなんかじゃないって。むしろ借金でも背負ってるのか、父親はボロい倉庫で年がら年中働き詰めだってさ。それから卒業まで、安田はひたすら俺をバカにした。見栄を張って社長の息子を名乗っている貧乏人。そんなんだから、恋人にもあっさり捨てられたんだ。どうせ将来も結婚できずに働き詰めか、恋人ができてもすぐに捨てられるだけだと。結局どうなの？今は。結婚してるのか、それとも結婚を考えてる相手がいるとか？今は仕事が忙しくて。やっぱりだと思ったよ。そんな格好じゃ。俺が着ている、あちこち塗料で汚れた作業着を見下ろして、ますますニヤニヤと、安田は顔を歪めて笑った。高校時代も今も、黙っていれば十分イケメンの部類なのに、ひとたび口を開くと、性格の悪さが思い切り表情に出てしまう。それが、目の前にいる安田という男なのだった。僕の方は仕事が忙しいのに、恋人からも結婚を催促されて大変だよ。あは、恋人っていうのは、仲間もよく知っているあの子なんだけど。あれから10年以上もずるずる続いちゃってさ。よほど良かったのかな、二人の相性が。ところで君、いくら働き詰めだからってさ、こういう場所に来る時ぐらい、少しは小綺麗な格好をした方がいいと思うよ。ほら、テレビ局って、目の肥えた芸能人なんかも大勢来るわけだし。いかにも貧乏人丸出しな格好をしてちゃ、間違いだって笑われちゃうんじゃないかな。あくまで親切心だから、僕の意見だとは思わないでほしいんだけど、と、わざとらしく付け加えながら。安田は俺の耳元に顔を近づけて、肩をポンポンと叩きながら、さも愉快そうな調子で囁いた。こちらの服装や私生活をバカにする言葉を延々と。悪いけど、もう行くよ。これ以上は付き合っていられないと、安田を押しのけるように歩き始める。その時だった。おはようございます。凛とした声が、俺たちのいる廊下に響いた。近くにいた誰もが、その声がした方を振り向き、そして釘付けになる。そんな人を引きつけるオーラをまとった女性が、まっすぐこちらに向かって歩いてくる。おはようございます。今日はよろしくお願いします。その女性は、俺たちとすれ違う瞬間、にっこりと笑って軽く会釈した。その途端、後輩は時間が止まったかのように、ポカンと口を開けたまま棒立ちになった。おい、しっかりしろ。芸能人なんて見慣れてるだろう。テレビ局にはしょっちゅう来るんだから。だって、あんな近くで、リカちゃんが。俺に肩を揺さぶられながら、震える手で女性が去っていった方を指さす後輩。それを見た安田は、なぜかドヤ顔でうんうんとうなずいた。わかるよ。あの子は波の芸能人とは違う。なんたって、春名リカだからね。春名リカは、今人気急上昇中の若手女優だ。同年代の中でトップクラスと評判の、清楚ながら圧倒的な美貌。
有名な映画監督や評論家にも認められた演技力、そしてどんなに小さな仕事でも断らない謙虚で誠実な性格。本当に完璧だよ、あの子は。まだ24歳だとは信じられない。これからますます売れるよ、絶対に。いかにも業界人という口ぶりで、安田はドヤ顔のまま、いかに彼女が素晴らしい女優かを語り始めた。けれど途中から、みるみるうちに表情が変化していく。目尻を下げて、だらしなく口元を緩ませた、デレデレという表現がぴったりの表情に。ここだけの話、リカちゃん、僕に気があると思うんだよね。は？さっきも見ただろう？僕の顔を見て、あんなに嬉しそうな顔で笑って。ああ、なんて可愛いんだ。ああ。ああ、君は知らないと思うけど、この業界では意外とよくあることなんだよね。テレビ局の人間と芸能人が恋に落ちるのは、一緒に仕事をするうちに、自然と距離が縮まって、みたいな。ちなみに僕は今、なんとリカちゃんの番組を担当してるんだよね。困ったな。そのうちエリート局員と人気女優が熱愛なんて記事が出ちゃったりして。ああ、先にリークするのはやめてくれよ。事実無根だから。今は。本当に、もう時間だから行くよ。うっとりしたり勝手に焦ったり、一人で忙しい安田を残して、俺は今度こそ歩き始めた。金輪際、もう彼とは関わらないことを願いながら。しかし、その願いも虚しく、俺と安田は、その後もたびたび顔を合わせることになるのだった。おい、その撮影は延期になったから、さっさと片付けてくれる？安田と再会したのは、とある特番の撮影前日。俺と同僚たちが撮影スタジオでセットの組み立て作業をしている時だった。今からですか？見ての通り、ほとんど組み上がっているんですが。しょうがないでしょう。決まったんだから。時間ないからパパッとお願いね。安田の言葉に、彼の対応をした先輩はもちろん、他の同僚たちもムッとした顔になる。撮影日の変更や延期、それによる急な作業の変更は、そう珍しいことでもない。けれど問題は、その態度だ。申し訳なさが微塵も感じられないような、非常に傲慢で上から目線な態度で、安田は俺たちに命令してきたのだった。お、中場くん。この間アドバイスしてあげたのに、また汚い服で着て。それ一着しか持ってないとか？まるで格好のターゲットを発見したかのように。俺を見つけるなり、安田は顔を輝かせて近寄ってきた。作業をするのに、作業服を着ていたら変か？それにしたって、さすがに程度ってものがあるよ。まさかその服装で局内をうろついたとか？勘弁してよ。スポンサーのお偉いさんなんかも来るんだから、こっちの立場も考えてくれないとさ。とにかく、時間がないんだろ。作業に戻るから。ちなみに、この日の作業着は、数日前におろしたての新品同様。要は難癖をつけたいだけなんだな、と。相手にするのも馬鹿らしいと、セットを解体する作業に入ろうとした。その瞬間だった。しかし、貧乏臭いセットだな。一体どんな発注をすれば、こんなにダサいセンス丸出しの仕上がりになるんだ？何？振り向いた俺の顔を見て、安田は少しうろたえた様子でヘラヘラと笑った。なんだよ。もしかして、怒ったとか？俺は何と馬鹿にされてもいい。だけど、このセットは1ヶ月以上もかけて、大勢の人間が苦労しながら作り上げたものだ。それを馬鹿にするなら、丹精込めて作ったセット、まるでゴミか何かのように、さっさと片付けろと言われた怒りも、遅れて込み上げてきた。この際だ。言いたいことは全部言ってしまおう。俺が拳を握りしめた、その時。そっちの注文通りに作ったセットだが。なら、ダサいのはそっちのセンスだろうが。リーツの作業着が汚いって？なら同じことを俺たちにも言ってみろよ。こっちを見てな。口々に声を上げたのは、安田の態度に耐えかねた先輩たち。俺よりずっと体格のいい彼らが、
大声を上げながらゾロゾロと近づいてきて、安田は顔を青くして、ひっと悲鳴を上げた。来るな。僕に何かしたら、もう仕事を回してやらないぞ。皆さん、落ち着いて。とにかく、早くセットをばらして帰りましょう。ね。慌てて俺がなだめ役に回ったのは、決して安田をかばうためじゃない。普段は穏やかだが、ひとたび怒った時の先輩たちは本当に恐ろしい。様々な苦労を乗り越え、父と会社を大きくしてきただけあって、実はかなり気が強いのだ。彼らは今、ほとんど爆発する寸前までイライラしている。さっさと行け、今のうちに。覚えてろ？後で頭を下げてきたって、遅いんだからな。捨て台詞を吐きながら、ダッシュで去っていく安田だったが、まさか後日、自分が頭を下げることになるなんて、彼は想像もしていなかったはずだ。他の会社には全て断られてしまいまして、もう中場さんしか頼るあてがないんです。どうか引き受けてもらえないでしょうか、と。スーツを着た中年の男性が何度も父に頭を下げている。父は渋い顔で腕組みをしながら首を横に振っている。用事で外に出ていた俺は、作業中の現場に戻ってくるなり、そんな光景に出くわした。どうしたんだ、父さん。何かあったのか？父と男性がいる現場の隅に駆け寄って、声をかけた途端、俺は思わず、ゲッと声を出してしまった。いやあ、中場くん、ナイスタイミング。君からもお父さんを説得してくれよ。安田。男性の隣には、なんと安田が立っていたのだ。知り合いなのか、安田くん。ええ、部長。彼は高校時代からの親友です。なので、ここは僕に任せてください。安田が得意げに胸を張ると、男性の顔が希望を得たように明るくなった。俺たちが親友なんて、そんな事実は全くないのだが。実は、ちょっと緊急で依頼したい仕事があってね。半月後、うちのホールで開催するイベントのセットを作ってほしいんだよ。はぁ？テレビの撮影用セットですら、完成までに最低でも1ヶ月はかかる。ホールともなれば、その規模は撮影スタジオの倍以上。もちろん、制作にかかる時間も倍以上必要なわけで。つまり安田の言葉は、どう考えても到底無理な話だった。一応聞くけど、父さんはどうするつもりなんだ？俺が尋ねると、父は一言だけ、無理だなとつぶやいた。だよな。そこをなんとか、お願いします。男性、制作部の部長は、俺たちに深々と頭を下げた。もともと仕事を依頼していた会社が倒産し、代表と連絡がつかなくなってしまった。慌てて片っ端から他の会社に連絡するも、当然ながら引き受けてもらえず、最後の頼みの綱で、うちに声をかけてきたという。なあ、中場くん、僕と君の仲じゃないか。どんな仲だか、俺は知らないが、もう先日の件を忘れたのか？しー、ひとまず、あれは置いておいて、それはそれとして、今回の件は前向きに検討してくれるよね。先日、まさか中場さんと何かトラブルでもあったんじゃないだろうな。そんなまさか、違いますよ部長。慌ててごまかすあたり、安田は先日の件を上司に報告していないらしい。テレビ局の人間に横柄な態度を取られるのは、俺たちも初めてではなかったので、あえて局に苦情は入れなかったが。彼の言う通り、それはそれとして、無理なものはやっぱり無理だ。ご協力したいのは山々ですが、こちらのスケジュールもいっぱいですし、残念ですが。そうですよね。いや、お話を聞いていただいただけでも。部長もダメ元で交渉に来たらしく、肩を落として引き下がった。そこで話は終わり、彼らは帰っていく、かと思いきや、思わぬ一言が、その場の空気を一変させた。こっちが下手に出ていれば、勘違いするなよな、下請けの零細企業が。は？その場にいた全員の視線が、声の主、安田に集中する。それに気づいていないのか、安田本人は、さらに大声で続けた。
テレビ局の依頼だぞ。本来ならぜひ仕事をさせてくださいって頭を下げるべきだろうに。断るなんて何様のつもりだよ。いつも仕事を振ってやってる恩を忘れたのか？うちがいなきゃ飯も食えない立場で、この間も生意気に突っかかってきたよな。あの時本当に切ってやればよかったよ。というか部長、どうしてさっきからペコペコ頭を下げているんですか？こっちは一言無理でもやれって言えば済む立場なのに。これじゃますますこいつらがつけ上がるだけですよ。頭を下げる必要なんかありませんよ。こんなただの末端労働者たちに。その瞬間、空気がざわっと動いた。ふと周囲に目を向けると、作業をしていたはずの同僚たちが、いつの間にか、唖然とした顔で集まっていた。なんて言った今。ただのとか聞こえたが。あいつこの間の、安田に嫌な思い出がある先輩たちを中心に、同僚たちはにわかに騒然となった。同僚たちだけじゃない。同じ現場にいたテレビ局の関係者たちも、信じられないものを見たような顔で、全員ピタリと動きを止めている。ん？さすがの安田も、ここで妙な空気に気づいたらしい。周囲をキョロキョロと見回し、全員から向けられる視線に、あれ？と首をかしげる。その時だった。大変申し訳ございません。安田お前、自分が何を言ったか分かっているのか？部長、どうしたんです急に。早く皆さんに謝罪しろ。わ？部長に後頭部をつかまれ、無理やり頭を下げさせられる安田。しかし全く事態が飲み込めない様子で、何するんですかと抵抗していた。そんな安田に、真っ青な顔になった部長が語った事実。それは、彼にとって驚愕の一言だった。頭を下げなきゃ仕事を受けてもらえない相手だから、こうして頭を下げているんだろうが。え？ポカンとした顔の安田は、どうやら本当に知らなかったようだ。俺たち半ば美術制作所が、業界大手の有名企業であること。主な仕事相手は、都内のキー局で、ローカル局で仕事を受けているのは、このテレビ局だけだということ。それも社長から、どうかお願いしますと頼み込まれ、特別に仕事を受けているのだということも。周りを見てみろ、安田。知らなかったのはお前だけだぞ。一体お前、ここで何年働いているんだ？そんな、でも、美術会社なら他にもたくさん、同じクオリティで仕上げてくれる会社が他にないんだよ。頼むからもう余計なことを言わないでくれ。もう他に失礼な発言はしていないだろうな。目を泳がせる部下を見て、部長は顔面蒼白で頭を抱えた。そして再び安田の後頭部をつかみ、無理やり頭を下げさせた。本当に申し訳ございませんでした。ほら、お前も。すみませんでした。しぶしぶという感じで、安田も謝罪の言葉を口にする。それで一応は場が収まり、安田は部長に引きずられるような形で、撮影スタジオから退出していったのだった。やがて遅れていた作業もどうにか終わり、無事にセットが完成。俺はいつもの習慣で、スタジオに一人残って、忘れ物がないか点検していたのだが、そこへ、再び彼が姿を現した。半ば、お前のせいだぞ。げっそりと疲れ切った顔で、綺麗に整えていた髪もボサボサ。おそらく大目玉を食らったであろう安田が、こちらを睨みながらスタジオに入ってきたのだ。そんな汚い作業着なんか着てたら、誰が大手だなんて思うんだよ。僕は騙されたんだ。これで出世の道が閉ざされたら、お前を絶対に許さないからな。前から言いたかったんだが、それ、逆効果だぞ。は？汚れた作業着を馬鹿にすることが、俺に対する攻撃になると、安田は考えているようだが、俺に言わせれば、作業着の汚れは勲章のようなものだ。汚れた部分を見るたび、一生懸命に仕事をした自分を褒めたい気持ちになる。だから安田が侮辱のつもりで発する言葉は、むしろ俺にとっては褒め言葉なのだった。俺は、この作業着が好きだ。どんなお偉いさんの前だって、この格好で堂々と歩けるよ。この、馬鹿にしやがって。
かっと頭に血を昇らせ、安田の顔がみるみるうちに赤く染まる。そして胸ぐらをつかもうと、こちらに腕を伸ばしてきた瞬間、スタジオに凛とした声が響いた。お疲れ様です。え？腕を伸ばしたまま、安田は声がした方を向いて固まった。それもそのはず、スタジオに入ってきたのは、凛花ちゃん？あ、お疲れ様です、安田さん。どうしたの？まさか僕に会いに来たとか。途端にコロッと機嫌を直し、デレデレと鼻の下を伸ばす安田。ところが、春菜梨花はそれをニコリともせず一周した。違いますけど。え？前から言いたかったんですけど、やめてもらえませんか？梨花ちゃん？たまたま顔を合わせるたび、僕に会いに来たのとか、しばらく会っていなかったら僕に会いたかったとか、正直気持ち悪いです。全部安田さんの勘違いですから。勘違い？もう一つ、俺も前から言いたかったことがあるんだが。そう前置きすると、俺は春菜さんの前に立ちふさがった。まるで彼女を安田から守るように。これ以上、彼女にしつこく言い寄るのはやめろ。春菜さんは、梨花は俺の恋人だ。きっかけは一年ほど前、とあるキー局で仕事をしたことだった。梨花が出演したドラマのセットを手掛けたことで、彼女の方から声をかけられたのだ。演技の参考にしたいから、作業現場を見せてほしいと。それから忙しい仕事の合間を縫って、熱心に工房へ通ってくる彼女に、だんだん好意を抱くようになって、とうとう俺から告白し、密かな交際がスタートしたのだった。梨花の立場を考えて、週刊誌なんかにバレないよう気を使っていたけど、安田、お前の付きまとい方が日に日にエスカレートするって梨花に聞いて、そろそろ本当のことを告げて止めるように注意しなければと思っていたんだ。ちなみに、安田と再会した日も、梨花が笑顔を向けた相手は俺。この翌日から、安田は梨花につきまとい始めたらしい。自分に気があるという勘違いをして。勘違い、僕が？そもそも、安田は恋人がいるだろう。たとえ梨花の行為が本物だったとして、一体どうするつもりだったんだよ。恋人さんがいたんですか？なのに、私に向かって必ず僕が幸せにするなんて。あなたのことを軽蔑します。梨花が思い切り、冷たい視線を向けた瞬間、呆然としていた安田は、おもむろにセットの上へ上がった。そして、どいつもこいつも、俺を騙しやがって。その叫びと共に、テーブルの上をなぎ払った。キャ食器がバラバラと床に落ち、大きな音を立てて次々に割れる。怯えた梨花が悲鳴を上げ、俺に抱きついてくる。それを抱きしめ返す俺を見て、安田はさらに怒りを爆発させた。見せつけてんじゃねえよ。当てつけか？もういい。全部ぶっ壊してやる。お前らのせいだからな。セットの上で暴れ回り、並んでいた小道具を片っ端から破壊していく安田。彼を刺激しないよう、俺は小声で梨花に耳打ちした。誰か人を呼んできて。できれば男性を。ええ。梨花がこっそりとスタジオを出て行った。その直後だった。うわぁ！突如、スタジオに響く男性の絶叫。暴れていた安田も驚いてピタッと動きを止める。そして、大慌てでセットに突進してきたのは、安田、お前は何をやってるんだ？部長、これは違うんです。我に返り、慌ててセットから降りるも、時すでに遅し、明日は家庭料理を紹介する番組を撮影する予定だったのだが、暖かいダイニングを模したセットの上は、もはや目も当てられない大惨事だった。何が違うんだ！ここまでめちゃくちゃにしてしまって、こんな状態で撮影ができるか！すみませんでした。怒り狂う部長。その足元で土下座する安田。そこへ、部長と行き違いになった梨花が戻ってきた。セットは無事だった？リツさん。心配そうな彼女に、俺は、頑丈に作っているから大丈夫と答えた。とはいえ、
念のため点検はしなければいけない。もしもし、すみません。ちょっとトラブルがあって。やがて、俺が呼び戻した先輩たちによって、安田は顔面蒼白で取り囲まれることになるのだった。その後、俺たちに対する暴言や理解の付きまといも発覚した安田は、出世コースから外れることになった。また父は、今回の件で、テレビ局との仕事を打ち切ると決めた。理科も付きまといの件を事務所へ報告した結果、出演する番組の中止が決まり、もろもろの責任を取って、安田は地方の系列局へ飛ばされることに。ちなみに、10年以上付き合っていた恋人にも、理科にアプローチしていたことがバレてしまったらしい。そのせいで捨てられてしまい、一人寂しく、見知らぬ土地へ旅立つことになったという。おそらく、もう二度と戻って来られないだろうという話だ。リカ、俺と結婚してください。この先、どんなことがあっても守るから。リツさん。お互いの仕事が一段落したタイミングで、俺はリカにプロポーズした。その返事はもちろん OK。涙ぐみながら、それでも笑顔で指輪を受け取ってくれたリカは、きっと世界で一番綺麗だった。もし婚約を秘密にしたいなら、事務所は全力で守るって言ってくれてるけど、リツさんはどうしたい？いや、いっそのこと、大々的に公表しよう。え？やがて記者会見まで開いて、大々的に行った婚約発表は、世間でかなり話題を呼んだ。これなら、もうリカに微笑まれて勘違いする男性はいないだろう。これで、安田のような人間を出さず、リカを守ることができる。俺の目論み通りだ。お相手の男性はどんな方ですか？そんな記者の質問に、リカは幸せに溢れた微笑みで答えた。いつも一生懸命で、仕事に誇りを持っている方です。と、リカを嘘つきにはできないよな。画面の向こうで、俺は決意を新たにしたのだった。これからも自分の仕事に誇りを持って、より良いものが作れるように精進していこう。一つ一つの仕事に心を込めて、見る人の心を動かすセットを作っていこうと。俺たちの仕事は裏方で、表立って称賛されることは滅多にない。だからこそ、馬鹿にしてくる人や、軽く扱ってもいいと思う人がいる。しかし、どんな仕事も必要だから存在している。また、その仕事を誇りに思っている人間がいることを、決して忘れてはいけない。そして何より、自分たちが、その仕事を誇ること。それが明日、今日よりもっといい仕事をする秘訣ではないかと、俺は思っている。